はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2022年の11月11日ですね。ポッキーの日だそうです。ポッキーの日ね。メンバーシップメルマガ登録募集しております。よければご登録ください。ではトルストイの復活の下巻の読書会をやっていきます。あ、ナナンダさんこんばんは。昨晩ですね、ちょっと遅い時間から一応半分ぐらい下巻の解説をしました。今日は残りの解説をしながら皆様の、感想文を読み上げていきたいと思います。あ、犬コリーさんもこんばんは。昨日配信で半分ぐらい紹介したんですけども、上巻からの続きですね。なんだっけ、カチューシャ、マースロアを、まあ、妊娠させて逃げちゃった、クズ男、ネフリュードフがですね、改心しまして、彼女が、なんだ、客を毒殺したっていう容疑で、裁判にかけられた、陪審員に、たまたまなってしまいまして、法廷で再会するんですけども、彼女の無罪を信じて、上訴するんですね。上訴するために弁護士を雇ってですね、で彼女に、刑務所に面会に行って、で、まあ、今までのことは謝りまして、シベリアまで、もし有罪になるならね、シベリアまでついていくと結婚してくれということで、追っかけていくというのが前半上巻の話ですね。で、まあ、ついでに、まあ、そういうカチューシャがああなってしまったのは、まあ、ロシアの社会が悪いということですね。とりわけ、まあ、地主なわけですよ、貴族でね。で、自分の、まあ、農村を持ってるんですけど、まあ、管理者に任せてあって父親母親から相続した土地から、まあ、上がりで暮らしてるんですけども、まあ、不在地主なわけですね。自分で農園を経営してるわけじゃないんで、まあ、自分でその農民にね、土地を分けてやんないと、まあ、まずいと、まあ、スペンサーとかヘンリー・ジョージっていうそういう思想家、海外の思想家のに影響されて、まあ、土地を手放そうと考えたんですね。あ、トトさん、コインありがとうございます。こんばんは。おいけ、ピンキーボックスさん、マサイさん、KDB さん、こんばんは。まだ上巻ですが、あ、頑張って、よければ読んでください。ということです。で、で、下巻です。昨日さらっとお話ししたんですけども、まあ、マースロア自身はですね、あ、マサイさん、ありがとうございます、バジャット。まあ、複雑な思いなわけですね。自分を出しにして、なんかこう、成人ぶってんじゃねえかっていう疑惑があって、ちょっと腹立ってる部分と、ネフリュードフが、まあ、マースロアの周りにいる時計衆たちも、いろいろ問題を抱えてて、もちろんその、無実で、捕まってる仲間もいますから、まあ、彼らはいろいろ要求があるわけですよ。弁護士つけてくれとかなんかね、なんか陳情がね。それをね、全部ね、一手に引き受けてネフリュードフが奔走してくれます。で、ネフリュードフ自身もペテルブルグに行って、まあ、元老院やね、元老院に掛け合ったりして、そのカチューシャの無罪をね、訴えると。で、同級生の、なんだっけ、同級生にね頼むんですよ。セレーニンっていう検事次長をやってる同級生がいまして、彼にもカチューシャのこと頼んだりして、行きましたということですね。で、まあ昨日細かいところは紹介したんで、その続きからですね。お姉さんにナタリアっていうのが、10歳年上のお姉さんはナタリアっていうのがいまして、まあ彼もね、彼女も、
まあ、ネフリュートがカチューシャと結婚するって話を、まあ、もうそこら中噂になってんで、心配して会いに来ます。で、彼の、まあ、義理の兄貴ですね。ナタリアの旦那ですね。まあ、兄婿、イグナイチっていう男がいるんですけども、まあ、ナタリアっていうのは、まあ、イグナイチと結婚して堕落したと。まあ、ネフリュードフも、この連隊に入って堕落したんですけども、彼と、まあ、論争になるわけですよ。そんなカチューシャに入れ上げてどうするんだって話で。それが318ページに書いてあります。イグナイチは、我々が祖先から受け継いで、218ページですね。我々は祖先から受け継いできた生活条件を保持しなければいけない。それを子孫に伝える義務があるって言うんですね。で、そのネフリュードフがね、土地を農民に分け与えるっていうことは、まあ、馬鹿げてると。無政府主義みたいな。まあ、無政府主義的な思想で、これ実はね、私さっきツイートしたんですけども、戦前滝川事件というのがありまして、京都大学の法学部のね、教授がね、休職させられちゃったんですよ、文部省に。それはなぜかっていうとね、授業で、トルストイの復活における刑法から、どう通じてみる刑法みたいな授業、講演をしたらね、これはまあ、当局にとって問題だと。まあ、問題ですよ、確かに。これ読んでみればわかりますけども、ネフリュードフは常にこの、司法制度がおかしいって言ってるわけじゃないですか、このロシアのね。で、これをね、戦前1932年に、京大で、これを教材に刑法について語ったら、大学の先生が休職させられちゃって、辞めさせられちゃったんですよ、大学当局から。それもね、文科省の圧力で、その時の文部大臣、鳩山一郎っていう鳩山幸夫国王氏のおじいさんですよ。まあ、戦後、まあ、自民党設立にかかった人ですけども。その人が、まあ、時の、まあ、軍部の圧力とかあったんだからなんかわかんないですけども、まあ、共産主義者、滝川光信という教授が共産主義者だって言って、辞めさせちゃった。だ半分ぐらい、法学部の教授、辞めさせちゃったんですね。半分、辞めた人はね、立命館かなに移動したらしいんですけども、まあ、そういう、そのぐらいね、これ、トルストイの過激なね、司法制度批判っていうのはね、戦前の日本でもね、問題だった。問題になるほどだった。無政府主義的だったってことですね。で、このネフリュードフが唱えてることも、まあ結局ね、刑務所にいっぱい囚人がいるのは、我々が彼らからピンハネしてるからだと。政府は税金と形でピンハネして、彼らから、我々も彼らから地代を取ってピンハネしてると。で、そういうのがよくねえんじゃねえかって義理の兄貴と言った、話したら、いや、我々は我々の階級秩序を守ることこそが、司法の意味だってことを言われちゃって、これが220ページ、階級的利害の維持ですよ。裁判は僕の考えでは、我々の階級に有利な現行秩序を維持するための行政機関に過ぎませんよって言ってですね、そういうこと言われちゃうわけです。でもね、ガンガン喧嘩したらね、泣いちゃったんですよ。義理の兄貴がもう。窓際に行って涙を吹き出しちゃって、まあもともと嫌いだったんですけど、この兄貴のことはね、義理の兄貴のことは。だけど、姉夫婦を悲しませたことがね、心苦しくなっちゃったんですね。で、まあ、家族にも理解されないということが書いてあります。で、その後ですね、なんだっけ。行進、時計衆たちがね、暑いさなか何キロも徒歩で移動させられて、日射病で5人死んでしまうっていうことが起きまして、で、ネフリュードフもそこに馬車でついていったんで、その、バタバタ人が倒れていくんですよ。で、まあ馬車に乗ってたもんですから、ちょっと病院に連れてってくれって言われて、連れてったらみんなね、5人ぐらい亡くなっちゃうっていう事件がありまして、で、これは誰の責任なんだと、いう話ですよね。監督不行き届きでですね、そんな暑い日にね、移動させて、まあ無茶苦茶だっていうことですよ。
で、それについて悲しみもしないと。人が死んでんのにね。無責任決め込んでる役人たち。で、なんでこんなことになってんだってことが、またネフリュードフを悲しませるわけですよ。で、何の罪もないっていうか、まあ、社会的状況によって犯罪者にさせられてる人たちが、こんな不理不尽だと。で、なんでこんなことが起こるかというと、これは283ページか。国家的義務と言われる仕事があって、それに携わっていれば他人の人間的な同法的な態度を抜きにして品物のように扱うということを確信を抱く。まあ、公務員の人たちですね。お役人たちが、まあ、同じ人間をね、自分の役職についてしまう品物のように扱うと、得ると思ってると。で、第二に国家的義務に携わっている人々にとって他人に対する行為の責任は決して個人としての彼らに降りかからないように一つに結びつける。まあ、組織的にやってしまった不作為に関しては個人として責任を取らないというふうに、組織ができてると。で、こんなことがなければ、日射病で5人も死なないと。むちゃくちゃだっていうことを、これ284ページに書いてあります。で、その後ですね、なんだっけ。マースローはですね、病院に勤めてたんですけど、刑務所内の。なんか、まあ、助手にちょっかい出されてね、振りほどいたらイチャついてたと誤解されて、まあ、政治犯と一緒に行動するように、病院から追い出されちゃうんですね。まあ、そのことで、まあ、まさかね、まあ、助手とイチャついてたってことに聞いたときに、まあ、それは真実ではなかったんですけども、まあ、それはマースローが拒否したら、そういう風にでっち上げられちゃったらだけなんですけども、まあ、ネフリュードフも傷つくわけですよ。自分が一生懸命助けてるのに裏切られたような気になってね。で、彼女は政治犯たちと一緒なんですけども、政治犯の中にマリア・パーブロブナっていう女性がいて親しくなります。まあ、彼女はね、カチューシャのこと嫌いなんですけども、でもだんだん、まあ、人のために生きてるんですよ、このマリア・パーブロナってもう。ずっと、まあ、貴族に生まれたんですけど、ずっと人のために来て、そのうち左翼活動をし始めて捕まっちゃったんですけども、まあ、その、生き方に感銘を受けてですね、まあ、だんだん打ち解けて、カチューシャもそのマリア・パーブロムナを通じて、政治犯仲間と交際しだすと。で、いろいろな政治犯がですね、ここから紹介されていくんですけども、あ、桜さん、声ありがとうございます。エビマヨさんもこんばんは。シモンソン。これはまあ、ナロードニキ運動してた男ですね。シモンソンはそのうちカチューシャのこと好きになっちゃって。その後結局最終的にはね、カチューシャはシモンソンと一緒に、まあ無罪なんですけども、シベリアについていくことになります。で、この三角関係が起こるわけですね。ネフリュードフとシモンソンの。で、あと、クルイツィリョフっていう男ですね。これはネフリュードフと仲が良くなんですけども、まあ彼もこのロシアがおかしいってことを唱えて、まあ彼が見たことのあるロジンスキー、ロゾフスキーっていう、まあ若い運動家たちの死刑にあっちゃうんですね。なんか微罪で死刑にあった話をして、で、肺病に病んでてですね、まあ彼も最後、刑務所で亡くなってしまいます。で、まあ、まだ、その、カチューシャのね、上訴っていうか、その、特赦願いがね、まだ降りないんで、まあ、いろいろ宿営地、移動しながら、くっついていくんですけども、その中で、まあ、ネフリュードフも、カチューシャ同様に、まあ、その、政治犯といろいろ話し合ったりして、まあ、なんだ、面会に行った折にね、ノボド・ボーロフっていうね、まあ、革命家がいるんですよ、カリスマ的な。まあ、大衆を侮蔑してる、まあ、スターリンみたいな男なんですけども、まあ、そいつのこと、嫌なやつだなと思ったり、してるうちに、これ394ページ。394ページ。なんだ、なんか書いてあったの。シモンソンがね、カチューシャ、
助けたいって言うんですよ。まあ好きだってことです。まあそれも別に女性として好きなんじゃなくてね、まあ同志として好きだという話をそれをね、ネフリュートフに打ち明けるんですよ。だからまあネフリュートフが結婚して助けるためにこの時計衆たちにくっついてきてるのはみんな知ってるんで、で、まあシモンソンが呼び出して、これ394名、カテリーナ・ミハイロブダに対するあなたの関係を知ってますので、あの人に対する僕の関係をあなたにはっきりさせておきたいと。私は結婚したいと思ってると。妻になってほしいんだと。で、まあネフリュードがびっくりするんですけども、まあでもそれはカチューシャが決めることなんで、私からは、なんとも言えないって言ったら、結局はどっち、まあカチューシャに選ばせるわけですよ。で、シモンソンは、あの人の境遇を楽にしてあげたいと。これ396ページですね。もしあの人があなたの援助を受けたくないなら僕の援助を受けてほしいのです。もしあの人が承諾してくれるなら僕はあの人の監禁される土地で自分も流刑にされるように頼んでみるつもりです。4年なんて永遠じゃありませんから僕はあの人の身近に暮らしてひょっとしたらあの人の運命を軽くしてあげられるかもしれません。って言うんですよ。で、まあ三角関係なんですけども、まあ最終的には、カチューシャ・シモンソンを選んで、まあ、彼女はね、無罪放免になるんですけども、結局、ルケイチまでついていくと、いうことになります。で、最終的になんだ、まあ、クルイツソフも肺病で、喀血して死んで、まあ、一応、特赦になって、まあ、なんだ、宿営地の責任者、なんか将軍と仲良くなんですよ。まあ、そこでなんかイギリス人に紹介されて、で、最後にね、カチューシャに会いに行ったら、まあ、カチューシャもまあ、シモンソンについていく、まあ、無罪になったことは聞いてますけども、私はまあ、シモンソンについていきますって言われて、まあ、ネフリュードフ自身は、自分と一緒になると不幸になるんだとカチューシャが思ってんじゃないかと気兼ねしてそう言ったんじゃないかと思ったんですけども、結局まあ彼女、これ259ページ、お別れは言いませんよ、またお会いしますからネフリュードフは言った、許してくださいね、彼女はほとんど聞き取れない裏に支えた、二人の目があった、すると彼女がさよならと言わず許してくださいねと言った時のその奇妙な写真の目と寂しげな微笑みによってネフリュードフは彼女の決意の原因について二通り想像したが、後者が正しかったことを悟ったのだ。彼女は彼を愛していたのだった。そして自分を彼に結びつければ彼の一生を台無しにしてしまうが、シモンソンと共に立ち去れば彼を解放できると考えていたのである。そして今や自分の決意を実行したことに喜びを覚えながら、それと同時に彼の別れ別離に苦しんでいる。まあ一応、ネフリュードフのことは愛しているんですけども、まあ、これ以上自分から縛り付けちゃいけないと思って身を引いたっていうふうに、まあ、ネフリュードフが解釈して、まあでもこれからも、まあ別れるっていうかまあ、支援はしていくんですけどね。ということで、この、まあ一応、カチューシャとネフリュードフの話はここで終わります。で、なんか、このね、イギリス人と一緒に、その将軍の家であった、老将軍の家であったね、このまあ、宿営地の刑務所の管理人か、いや要塞の管理人か、イギリス人がね来てたんですよ。ロシアの監獄事情をね調べてるイギリス人で、まあ、このイギリス人がね囚人に話しかけて、まあ、聖書を配るんですよ最後ね。で最後ネフリュードフ自身も聖書の中に書いてあることがまあなんて言うんだ。これから生きていく道だっていうこと、新しい生活を、信仰の生活というか、神の国と神の義を求めるということに、まあ、最後聖書を読みながら終わるということですね。ということでした。ではですね、感想文を読み上げていきたいと思います。あ、ミレミさんもこんばんは。トップバッターは、八王子冷えだるまさんです。
読み上げていきます。人類の絶望と希望と真理、実はこの三者は全く一体にして不可分である。闘魂注入、トルストイの平手打ち。しかし彼の握りしめた拳は泣いていた。引用始め。それからニコーレンカ、イルシェニエフと語り合って、お互い同士いつも良き生活をし合おう、すべての人を幸福にするように努力しようと誓った、あの当時の自分に帰ったようなに感じた。トルストイ復活、米川正雄役。引用あり。ニコーレンカ、イルチェニエフはトルストイの自伝的小説幼年時代1952年、少年時代1854年、青年時代1857年の主人公である。ネフリュードフ公爵は少年時代の最後に登場し、青年時代ではニコーレンカとネフリュードフ公爵の友情が前編にわたって書かれている。引用はじめ。当然の帰結として、ネフリュードフの影響下に私は知らず知らず彼の傾向を我が物としたが、その傾向の本質は特攻の理想に対する熱狂的崇拝と不断に完成を目指す人間的使命の確信だった。トルストイ少年時代、中村白陽役。私はドミートリー過去ネフリュードフとの友情が人生に対する新しい見方とその目的および関係を私に掲示してくれたことを語った。この見方の本質は、人間の使命が道徳的完成の思考であり、この思考が容易で可能で永遠であるという信念にあった。トルストイ青年時代、中村白陽役。引用あり。地主の朝、未完の長編、ロシア地主の断片、1856年では主人公ネフリュードフ公爵は領地経営改善と農奴救済に乗り出す。復活にも書かれた内容であり、トルストイ自身の1856年5月から翌年1月の経験に基づいている。ニコーレンカはトルストイであり、ネフリュードフもまたトルストイである。引用はじめ。作者は35歳の道楽者の肉体を自分の70歳の老人の非肉体的な魂に宿らせているのである。ロマンロラン著、蛇原徳を役。トルストイの生涯、岩波文庫。引用あり。トルストイは文豪であると同時に優れた社会活動家、思想家であった。1859年秋からは自邸の一室にて農民子弟のための無料の学校を創設、1863年まで継続された。戦争と平和を完成させた1869年からは誰もが読める平易な教科書作りに没頭し、自身も数学、物理学、天文学を勉強し直し、性格を期すために徹夜で星の観察までも行った。1872年に初等特本を出版し、これを使い村の子供たちを相手に授業を再開。猛勉強と懸命な教育活動により体調を崩したトルストイは、サマーラ県に保養に出かけるが、そこで飢饉に苦しむ農民の姿を目撃する。農民の窮状を訴える様々な活動の結果、188万ルーブル余りの救援金が集まる。1873年から1877年にかけてアンナ・カレーニナを執筆。1877年から1879年にかけては、聖教徒として教会に通い、修道院を訪ね、多くの聖職者に接触し、福音書の研究に没頭。この間、ショーペンハウエルも学んでいる。1881年にモスクワ市の住民調査に参加、貧民街の現状を精力的に調査する。1891年、92年、ロシア大飢饉に際しては、無料食堂を開設し、1日に1万6000人もの人々に温かい食事を提供するほどの、精力的な活動が繰り広げられた。トルストイの人道的活動はいちいち挙げていれば数えきれないほどのものであり、これと並行して社会の悪を啓発するための様々な論文を発表した。その分量は川出書房新社の愛蔵決定版トルストイ全集全19巻のうち14巻から17巻までが論文であり、私が目を通したものは全て論旨は明快にして爽快、峻烈なる覚悟に満ちたものであり、その全てが全人類への闘魂注入である。引用はじめ。たとえ復活に青年期の作品のような充実した調和がないとしても、また私がむしろ戦争と平和の方を重んじるとしても、復活は依然として人間愛の最も美しい詩の一つである。そしてその最も真実的なものであるかもしれない。他の作品よりもこの作品の方に私はトルストイの明晰な目を余計に見る。あの薄い灰色のあの鋭い目、魂を見抜くあの目つき、誰の魂の中にも神を見るあの眼差しを見るのである。ロマン・ロラン著、トルストイの生涯、岩波文庫。言い終わり。確かに復活はトルストイの思想が先行しすぎており、
小説作品の完成度を犠牲にしている。しかしながら、その完成、未完成の魂の中にしか宿ることのできない人類の希望の存在を認めることの覚悟。発刊当時の作者にも読者にもその戸惑いはあった。だが永遠の怒れる老人トルストイは叫ばずにいられなかった。人類の絶望と希望と真理、実はこの三者は全く一体にして不可分である。この瞬間なる真実を語るためのものであったからだ。終わり。ありがとうございました。八王子ヒエダルマさん、人物一覧を作っていただきまして、概要欄に貼ってありますんで、俺があれば、もう途中で誰が誰だか、大体ロシア文学、名前が長いんでね、真ん中に不詳が入るんで、父親の名前がサンドイッチされちゃうんで、よくわかんなくなるんですが、あと、あだ名もあるんでね、それを見ながら読んでいただければと思います。ありがとうございました。幼年時代、少年時代、青年時代は、新潮文庫からも、岩波からも出てた、以前出てたんですよ。私も持ってんですけども、もうどっか積んどくの遥か奥に行ってしまって、どこにあんだかわかんない。そこに出てきたんですね、ネフリュードフと。二項連歌。二項連歌は、いきなり出てくんですけど、誰だかは私はわかんなくて。八王子ヒーダーマさんの人物一覧で、その幼年時代に出てくる主人公だって。あ、なるほどって思いました。で、そこはネフリュードフも少年時代から出てくると。で、このナタリア、お姉さんのナタリアも、イコーレンカと仲が良かったんですね。そのことが、復活に書いてあります。で、まあ、なんだろう。確かにね、書いていただいた通り、カチューシャとネフリュードフの、まあ、ロマンスっていうかね、そういう話はもう途中で、どうでもよくなりつつ、なんか、なってきて、最終的にその刑務所にいる政治犯たちの人生みたいなものが、なんか急に描かれ出しまして、まあ、その中での一番は、まあ、シモンソン、カチューシャと一緒になるシモンソンと、あとまあ、最後ね、霊安室に行ったら死んでた、クルイ・リツォフ、まあ、ネフリュードフが意気投合したね、廃病闇の活動家の話がまあ、ちょっと、書いてあって、まあ、トルストイは、まあ、革命運動に対してはね、そんなに入れ込んでるわけではないっていうか、そういう活動も活動としてあるんだけども、まあ結局同じだってことですよ。その、彼らはテロ行為をするわけですよね。テロ行為を正当化してるっていう意味では、刑務所というシステムを正当化して、暴力を正当化してる国家とあんまり変わらないってことを、どっかで書いてましたよ。どこで書いてあった？なんかそんなようなこと。328ページか。328ページ。まあ、そっか。第2編の5章ぐらいか。第5章。329ページ。政治犯にする、対する態度は戦争における場合と同じことであった。そこで彼らの方も当然のことながら、自分たちに対して取られたのと同じ手段を取ったのだった。軍人というものはいつも自分の行為の犯罪性を隠すばかりでなく、むしろこれらの行為を手柄と考えるような世論の雰囲気の中に住んでいるが、それと同様に革命家たちも、やはり同志の世論が一つの雰囲気となってその周りを取り巻いているのだ。それによると彼らが自由と生命と人間にとって貴重な一切のものを失う危険を犯しながら遂行する残酷な行為は単に悪いどころか勇敢なものと称えられているのだ。で、ちょっと飛ばして、彼らが自分の授業を引いては自分自身に与えている高い評価、政府が彼らに与えている意義と残酷な刑罰が必然的に生み出したものと見なければならない。彼らとしては現に耐えているような苦痛に耐えるためには自分自身を高く評価しなければいられないからである。まあ、革命家も自己正当化、国家も自己正当化があるんだけども、革命家もね、自分たちが人のためにやってるからっていう自己正当化で残酷な行為するってことを、まあ批判してるんで、この辺がね、ドストエフスキーの、まあ私ドストエフスキーの作品にちょっと似てるなと思ったんですけども、最後ほらイギリス人が聖書配るじゃないですか。あれって悪霊のステッパン先生が最初ね、聖書売りの、
おばさんと一緒になってね、なんか、旅に出てね、なんかその、最終的にただオールドリベラリストがね、ロシア正教に帰依していくっていう形で、ステパー先生が旅先で死ぬんですけども、まあそれに似てて、なんか最終的に急にネフリュードフがロシア正教っていうか、福音書を読み始めるっていうのは、まあ、トルストイと、似てるなぁと、私は思いましたね。で、まあ、ドストエフスキーの方がもうちょっと人物の思考が先行してるってよりも、思想より、やっぱり人物を描いてると思いますよ。トルストイは、まあ、これもう、70過ぎて書いてあるのかもしれないですけども、確かにちょっと、なんだろう。この政治犯たちが有機的に物語のプロットをなしてね、もうあと2000ページぐらい続くんだったらまだしも、なんかちょこちょこ出てきて、もうこのイギリス人もなんで出てきたかよくわかんないし、最後のなんか、無神論渡し船ジジイが出てくるんですけども 自分がなんか、皇帝もいるけど、自分は自分に対して皇帝だみたいなね、こと言うおじいさんが出てくるんですけども、まあ、刑務所に行ったら捕まってたんですけども、まあ、あれも何のために出てきたかちょっとよくわかんない。あんまり、なんか まとまってねえなっていうのは 思いました。しかし、なんて言うんだろう、実践の書なんでしょうね。なんだろう、活動家として見たり聞いたりしたものを、一応この復活の中にぶち込んだっていうか、まあ、プロット無視でね、その、ネタフリして回収するとかいう話じゃなく、自分の見たものを物語に織り込んだっていう感じは私しました。で、あとなんだっけ、その日射病でね、囚人が死んでいく話って、まあ、志賀直哉に同じような話があるんですよ。11月3日の午後のことっていう小説があるんですけども。まあ、陸軍がね、外で演習やって、なんか行軍、40キロ水も飲まさずに行軍させたら人がバタバタ倒れて10人ぐらい死んじゃったって事件があって、たまたま出くわすわけですよ、志賀先生が。倒れてんですよ、歩いてると。その演習してる兵隊たちがですよ。で、これはひどいと。あまりにひどいと。人間扱いしてないしてめちゃめちゃブチギレるっていう短編が、小僧の神様に入ってますよ、新潮文庫のね。まあ、トルストイもこの囚人を、もう物として見てるっていうことにすごい怒ってますね。思いました。まあ、トルストイはね、初等教育の教科書を作ったり、まあ、私が今までやったんで、人は何で生きるかっていう、おとぎ話、まあ、イワンのバカもそうですけど、子供でも読めるような、信仰に根付いた農民のおとぎ、民話みたいなもの、あれ、教育用に作ってるんですよね、多分ね。人間としてどうあるべきかみたいなのを、寓話として書いてるみたいな。ああいうの私すごい好きですけども。まあ、この長編、アンナカレーニナとか、復活よりも、私は人は何で生きるかとかね、ああいうの方がちょっと 心打たれるんですけど、単純な話の中にある、なんか深い思想がね。まあ、それも、これも民話で、農民に、まあ、農民の中にもともとある道徳心とか倫理観っていうのを民話としてこう凝縮して再構築するみたいな仕事もやってたわけですね。で、まあ、聖書研究とか、まあ、カント、ショーペンハウエルをすごい読んでんですね。私も全集をブックオフでたまたまね、カーデのやつ投げ売りされてたんで、頑張って買って重いのを持って帰ってきたんですけども まあ、置いてあるだけで読んではいないんですけどね。なんかいっぱい、カントとかショーペンハウエルについて書いてましたよ。まあ、福音書研究の本もあるしね。あと、妻への手紙だけで一冊ぐらい、全集があったりしてね。ということですね。で、まあ、いろんな論文も書いてると。いうことです。人類の絶望と希望と真理、実は全くこの三者は、実はこの三者は全く一体にして不可分である。ね。どうしても今生きてると絶、なんか私なんか絶望の方しか感じないんですけどね。やっぱ理想を語らなきゃいけないと。デカダンスじゃいけないんだってトルストイは言ってたんですね。小説ってのは希望を描かなきゃいけないっていうね。
捜索におけるポリシーがあったらしく。ただ、現状批判するだけじゃなくて、やっぱ魂の復活を書きたかったんでしょうね。ということを感じました。闘魂注入ですね。まあ、トルストイ。まあ、他の作家たちはね、やっぱトルストイの影響、まあ、レーニンとかね、トルストイの影響を受けてますからね。革命家のね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。八王子冷えだるまさん。あ、トットさんも、一覧は本当に助かりました。人物一覧、ありがとうございました。私も何度も見ました。ありがとうございました。では続きまして、大井元気ボックスさんです。メルマガ読者。キリスト教をもっと勉強しなければ。当初、復活という作品はネフリュードフとカチューシャの愛の行方の話かと思っていたが、結果的に全く予想を裏切る内容となった。確かに2人の関係は興味深いところである。中盤くらいから過去を簡単に捨て去るものことはできないものの、カチューシャはネフリュードフの思いを受け入れる方向に傾いていると感じ、今後の展開に注目していた。しかし、この作品の主題はそこではなかった。二人の関係とその背景にある権力の非人間的行為を通じて人間愛のありがたを訴えているように思う。キリスト教の教えである悔い改め、隣人愛について説いているようにも思えた。最後の福音書の記述はその歯止めになると感じた。そもそも復活という作品のタイトル、一体何からの復活なのか。最初から考えながら読んでいたが、結局は人間性の復活、つまり人間愛の目覚めを意味しているのではないだろうか。カチューシャがマリア・パーブロブナを表してのコメントが全てを表している。引用はじめ、彼女はどこにいてもどんな条件のもとに置かれても決して自分のことを考えたことがなく、ことの大小問わず、いつもどうしたら他人に奉仕することができるか、どうしたら他人を助けることができるかと、ただそのことばかり心を砕いているのを見てきた。引用あり。そして最後にはネフリュードフも悟りを開くことになる。人々を苦しめているあの恐ろしい悪から救われる唯一の確実な方法は、ただ人々が常に自分を神に対して罪深いものと認め、従って他人を罰したり強制したりする資格のないことさえ認めさえすれば良いことが明らかになったのである。引用あり。ただ西洋文学を読み深めるにはキリスト教の知識が不可欠である。キリスト教の理解が深ければ、もっとこの作品を楽しめたかもしれない。そう感じた。終わり。ありがとうございました。最後はまあ、イギリス人がね、聖書の差し入れをして、まあ、文字を読める者があれば聖書を配りますと言って、刑務所で配って、まあ、ホテルに帰るわけですよ。で、その後に、まあ、マタイ福音書をね、読み始めるわけですよ。で、まあ、幼子の話ですね。幼子のようにならなければ天国に入ることはできない。まあ、有名な。これ、まあ、ドストエフスキーでもよく引用されるところですね。あと、99匹と1匹の羊のストレイシープの話ですね。これは、まあ、三四郎の夏目漱石の三四郎の主題になってますから、ストレイシープね。最後もストレイシープ、ストレイシープって言って終わりますから。一匹のためにね、迷わないでいる99匹のためよりもむしろ一匹のために、ね、喜ぶ、探しに行けっていうことですね。で、あとは、なんだ。まあ、行くたび許さなきゃいけない。許すってことですね。私は7旅までとは言わない。7旅を70倍するまでしなさい。まあ、許すってことですね、これね。いつでも全ての人々を許さなければならない。無限に何度でも許さなければならない。なぜなら自分自身罪のない者はいないのだから。だから、従って他人を罰したり強制したりすることのようなできることは人間はない。ということです。478ページの4行目ですね。ただ人々が常に自分を神に対して罪深いものと認め、従って他人を罰したり強制したりする資格のないことを認めさえすれば良いことが明らかになったと。まあ、刑務所はね、その、まあ、罪人を収容してんですけども、まあ、その、罪人だって最初から、まあ、境遇によってね、その、虐待されて育って犯罪者になるのはいれば、冤罪で捕まってる人もいるし、
まあ、政治犯みたいにもっといい世の中を作ろうとしてテロを起こして捕まったりして、なんか5つぐらいのパターンに分かれてるってね、気づくんですよね。みんながみんなただ凶暴なわけじゃないんだけども、ただその劣悪な環境にね、収容してしまえば、それに、汚染されて、劣悪な人間になっちゃうと。でいろいろ思ったんだけども、やっぱり人間自身がみんな罪人であるっていうキリスト教的な考え方で、まあその罪っていうのはね、一応キリスト教の中では、あれですよ。イエス・キリストが贖った人間って原罪を持ってるわけですよ。原罪っていうのは、何かっていうと、知恵の実を食べたことなんですよ。パラダイスにいた時はね、アダムとイブで楽しく裸で暮らしてたんですけども、旧約聖書のに書いてある第3章かなんか書いてある話ですね。蛇にそそのかされて、イブが知恵の実を、神様が食べちゃいけないって知恵の実を食べて、なおかつアダムに食わしたわけですよ。で、神様と約束破ったもんですから、自分たちが裸でいるのが恥ずかしいってなって、まあ知恵がついた割に欲望が生まれて、パラダイスロスですよ。楽園追放されたわけですね。失楽園。で、これが人間の原罪なんですよ。で、そこの原罪は、ユダヤ教でも、は同じですから、旧約聖書、ユダヤ教も聖典としてますから、で、この原罪を、まあ、ユダヤ教で戒律を守って暮らすことで、最後の審判で、永遠の生命を受けるという話にしたんですよ。でも、戒律を守られないわけですよ、キリスト教徒ってね。で、弱い人たちは、ほら、貧しかったりすると、犯罪も起こしちゃうし、戒律も守れないもんですから、安息日はね、本当はお祈りでもしなきゃいけないのに、働かざるを得なかったりすると、また責められるわけですよ、信心がないって言ってね。まあ、ユダヤ教はそうなんですけど。だけど、イエス・キリストは、安息日のために人がいるんじゃない。人のために安息日があんであって、安息日のために人がいるんじゃないだっけ。なんか、それなんか聖書に文句書いてありますね。貧しくて、戒律を、ユダヤ教の戒律を守れない人たちを救うっていうことを宗教運動やり始めて、まあ、それがユダヤ教徒たちの怒りを買って貼り付けにされるんですけども、まあそれ、彼が貼り付けにされたことで人間のね、そのオリジナルシーン、原罪っていうのは贖われたと。まあ心の中で悔い改めればいいっていうのが、キリスト教の考え方ですよ。で、ネフリュードフも最終的に、みんな罪深い、まあ罪を忘れちゃってる、ロシアの支配関係、自分たちが罪深いことを忘れてるからね、自分たち自己正当化で生きてるわけですよ。どんな劣悪な司法制度でも刑務所の、状況でも見て見ぬふりしてるわけじゃないですか。で、それがまあ必要悪だからしょうがないと思ってるけども、まず自分自身でね、自分が罪深いって気づかなきゃいけないし、人を罰したり行政したりする資格なんか誰にもないんだと。で、なおかつ、すべての人を何度でも許さなきゃいけないっていうことですね。ことを言うと。このね、許すっていうのはね、私もほら、最近人間の条件の話をよくしてんですけども、人間の活動っていうのは必ず誤った方向に行くと、いくら政治活動、まあ人間を組織化したりね、誰が代表を選んで政治やってみたら失敗したり、何かね、行動を起こして活動をすると、とんでもねえ失敗に終わることがあると。良かれと思ってやってもね、とんでもねえ失敗に終わることがあるけども、一番重要な活動ってのは人間を許すことなんだって書いてんだ。ですね。これは私すごいこと言ってんだと思いましたけども、人間には許す力があるんだ。まあ、キリスト教はそれをね、はっきりとその、愛の力で許すっていうことを言ってるけども、まあ、ね、その、ギリシア人が一番重要だと思ってた活動っていうのは、最終的に人を許すとこまで行くもん、それものも含んでるんだっていうね、ほど、後半、人間の条件で書いてますよ。で、まあ、ネフリュードフも結局ね、まあ、自分を許すこと、あるいはカチューシャの誤りをね、許すこと、で、まあ、ロシアの支配階級の不作為も許すと。で、自分たちが罪深いと思って新しい生活をしていかなきゃいけない。まあ、それは実践、自分からね、個人的に実践していかなきゃいけないと。で、あと、三条の水訓っていうのはあるんですね、これね。マタイ福音書の5章に書いてある。これが最後、引用されるわけじゃないですか。まあ、一番有名なのは、ほら、右の頬と殴られたら、左の頬差し出せっていうね。
まあこれは誰にでもやれって言ったわけじゃないですよ。これはね、十二使徒に対してやれって言ったわけですよ。そこまでして神の信仰に全てを捧げんだったら、右の頬を殴られても左の頬を出せって言うんですよ。単なるキリスト教徒はここまでできないですからね。だからそこまでやれとは書いてないだけども、本当に信仰の道に入っていくのはそれをやらざるを得ないってことを言ってんですね。まあそういうことは、まあ、マタイ福音書を読めば、まあ大体書いてあるんですけども。ということになります。で、まあ、復活ってのは何の復活なのか。まあ、復活っていうのはね、何からの復活なのか。まあ、イエス・キリストは復活したことでしょ、まずはね。十字架にかけられてから3日後に。神の義によって生きてた人は、十字架にかけられても、復活するんですよ。で、まあ、ネフリュードフも、まあ、自分から自分で貼り付けにあったようなもんじゃないですか、自分を責めてね。で、その後にこそ、人間性を復活するんだっていうか。初めてほら、世間に対立するわけじゃないですか。だって、まあ、お姉さんとか義理の兄貴とかとも喧嘩してね。おばさんとかにも、そんなことやってて大丈夫なのかって言われて、両親の土地も相続しないで手放して、まあ世間から爪弾きになるけども、それはまあ十字架に自分をかけることですよね。世俗から離れて、自分の信念に従う、一回死ぬことですよ。で、ネフリュードは一応、世間的にはね、十字架にかけられて、一度死んだんですよ。で、まあ、生き返ったっていう、自分をキリストの受難になぞらえてるってことなんじゃないですかね。まあ信仰への目覚めっていうか、まあ、それは人間愛の目覚めでしょうけど。ということで、この復活っていうタイトルなんじゃないかなと私は思いますけども。まあその辺はね、岩波文庫のね、塚本なんとか先生、いや、トラジ先生の福音書っていうのが出てるんで、私は一応マルコ福音書だけ解説してますんで、再生リストで、全部、公開してるんで、まあ、興味ある方は見てみてください。マタイ福音書も途中まで解説したんですけども、ほっぽらかしてあるんで、また、あれですよ。まあ、続き作りたいと思います。ということでした。まあ、マリア・バーブロブナ、まあ、ね、社会主義者、共産主義者もある意味自分を投げ出して人のためには頑張ってんですけどね。ただほら、キリスト教徒と違って暴力を正当化するっていうかね、テロリズムになっちゃうわけじゃないですか。アレクサンドル2世が殺されたって話がこの中に書いてあるんですね。それを正当化できるのかって問題があって。まあ、だから、まあ、政治犯たちに寄り添うっていうよりは、まあ、ネフリュードフ自身が、信仰の道に入っていくってとこで終わってんですよね、これね。だと思いました。じゃあ、大井元気ボックスさんありがとうございました。トルストイが誰の瞳にも神が見るって素敵ですね。神を見るんですけど、まあ、厳しかったんですよ、もう。だから、チェーホフ、ゴーリキーがトルストイに会ってね、もう、ションベンチビルかと思うほど怖かったって証言が残ってんですよ。もう怖いんですって、とにかく。人の心の奥底までいっぺんに見抜いてしまうんで。チェーホフみたいにふわふわした戯曲、ふわふわしてないんだけど、ちょっとユーモアセンスで気が利いたようなね、冷たく見透かされて、俺は参ったって話が残ってますけど。キリストを吊るせと熱狂したのは一般大衆ですよ。一般大衆とユダヤ教徒と、ですよ。まあ、その時はあれなんですよ。まあ、ローマ帝国の支配下だったんですよ。イスラエルがね。まあ、その中で反乱してると思われたんですよ。イエスっていうのは。民衆扇動してると思って、まあ別にあれですよ。まあ、あれがいるんですよ。なんだっけ。コンソルっていうか、その、植民地帝徳がいるんですけども。まあ、彼は別にイエスが有罪だとは思わなかったんだけど、民衆が吊るせって言ったから有罪怖くなって有罪にしちゃったんです。なんだっけ。ちょっといい加減なこと言っちゃいけない。誰が吊るしたんだ。
まあその前にユダに裏切られるとかねあるんですけど、まあまあ十二使徒たちも逃げてっちゃって、誰だっけ、ピラトだ、ピラト、ピラト、ピラトってないんですよ、植民地の ローマから任命されてるその統治してる人が、ということでした。じゃあありがとうございました。おい元気ボックス、はい、では続きをやっていきたいと思います。今日はトルストイ大先生の復活の下巻をやってます。じゃあ続きまして、メルマガ読者エバタさんですね。第一三章、毎回悲惨な事件を報じるニュース映像を見るたびに、一体何のためにメディアがあって、法律があって、道徳教育があって、地域社会があって、親があるのだろうと考えてしまいますが、トルストイ先生の復活を読んでも同じ気持ちになりました。どれだけ刑罰を重くしたところで、反省を促したところで、自分が悪いことをしたという意識がない人、少年たちもいることを宮口浩二著、新潮新書、刑期の切れない非行少年たちでも書かれております。誰もが神を信仰し、ネフリュードフの挙げた5つの原則を守りさえすれば、どんな階級秩序にあっても分断を超えて地上に天国がやってきて不幸な人がいなくなるのでしょうか。政治犯、マルケル・コンドラーチェフみたく、みたいような工場主を殺害して革命を実践して神を否定するような輩はその天国に入れない。選ばれない人になってしまうのでしょうか。選ばれない人なら、選ばれた側の人間はネットで唾を吐きかけ往復ビンタをしてもいいのでしょうか。人を自分の計りで裁くなと言われても、法務大臣なんか死刑判決に反抗をした時だけ注目を浴びる地味な仕事だもんで、なんて言って、注目を浴びた目立ちがり屋のどこかの議員さんを許すことは難しい。渡し船の場面から登場したじいさんのように誰ともつるまず、俺の父ちゃんは神様で母ちゃんは大地だと共依存の鎖に絡まらず、自分と同じぐらい身近な人を大切に生きていきたいと思います。以上、終わり。ありがとうございました。これ犯罪者に関する5つのタイプ、5つのタイプじゃねえや、書いてありますよね。202ページですね。ちょっと一応読み上げますが、まあ刑期の切れない子供たちっていう非行少年って本があるんですよ。まあ、認知機能に問題があるっていうかね、それが、あの非行少年が、非行少年だって話なんですかね。私、ちょっとこの本読んでないんでわかんないんですけども。刑務所で見たね、ネフリュードフが見た犯罪者、なぜ犯罪者になったのかって話が書いてあります。202ページだったっけ？どこだっけ？197か。ごめんなさい。296ページ、後ろから4行目。ネフリュードフは囚人たちと個人的に交渉を持ったり、弁護士や教会士や、教会士ってのは刑務所にいる、なんか、ね、死刑囚の話聞いたりする、宗教家ですね。所長と話したり、囚人名簿などを調べたりして、世に言う犯罪者たる囚人が5つの種類の人間に分けられるという結論に達した。第一のグループは全くの無実の罪で、裁判の誤審による犠牲者であり、例えば放火犯と誤認された免傷符やマースロア、その他の人々である。このようなグループはの人々あまり多くなく、教会士の観察によれば約 7% に過ぎないけれども、彼らの境遇は特別な関心を引くものであった。第二のグループは異常な状態、すなわち逆上、嫉妬、泥酔などといった状態のもとに罪を犯して投獄された人々であり、そのような行為は彼らを裁き罰した人々でも同じ状況下に置かれたらほとんど間違いなく犯すに違いないものである。このグループに属する人々はネフリュードフの観察によると全囚人のほとんど半数以上を占めていた。第3のグループは当人たちの考えによればごく普通のむしろ善行とさえ言えるものであるが、彼らと無縁な立法者の見解によると犯罪とみなされる行為のために罰を受けた人々である。
このグループに属するのは酒の密売者、密輸入者、大大地主の林や勧誘林で草を刈ったり薪を集めたりするものである。盗みて暮らしを立てる山の民や教会の財宝をかすめる信仰を待たぬ者などもやはりこのグループに属していた。第4のグループは精神的に社会の標準より優れているばかりに犯罪者に数えられている人々である。分離派教徒がそうであり、独立のために反乱を起こしたポーランド人やチェルケス人がそうである。やはり政治犯、つまり権力に抵抗したために罰せられた社会主義者やストライキ参加者がそうであった。これら社会の優秀分子たちのこの種の人の比率はネフリュードフの観察によると非常に大きなものであった。最後に第5のグループは彼らが社会に対して罪があるというよりも、むしろ社会の方が彼らに対して罪があるといったような人々である。それは絶え間ない迫害と誘惑のために地方化されて社会の外へ見捨てられた人々であり、例のむしろを盗んだ若者をはじめとしてネフリュードフが刑務所内外で見た幾百という人々がそれに相当していた。彼らの生活条件が組織的に彼らを犯罪と呼ばれる行為へ追い込んでいたのであった。このグループに属するのはネフルードフの観察によるとおびただしい数の泥棒や人殺しであり、彼は最近その中の幾人かと交渉を持つようになったということです。この5つのグループに分かれるわけですね。とネフルードフは結論した。第1のグループは冤罪、第2は、逆上、感情がコントロールできなくて罪を犯した人、第3のグループは生活のためにやむを得ず、人の山で松茸を取ったり、お寺の賽銭泥棒したり、薬物の売買をしたりしてしまった人は、チケットの転売とかしちゃった人は、第4のグループは、政治犯、第5のグループは、社会の誘惑のために、これが刑期の切れない非行少年たちに近いですね。私も以前ね、少年院のなんかドキュメンタリー見たんですけども、つるむとダメなんですよね。一人でいるとね、わりかしおとなしくてね、気の弱い子供なのに、集団化するとね、万引きをやるようにそそのかされて、断れなくてやっちゃってまた捕まるみたいな。性格が弱いっていうか。絶え間ない社会の側からの迫害と誘惑によって、ずっと社会の隅に追いやられると。意志が弱いとかね。寂しがり屋だったりして。って書いてありましたね。今はどうなんだかわかんないんですけども。だと思いました。何のためにメディアがあって法律があって。我々も刑務所の実態とか裁判の制度を知らないっていうのがありますよね、一つにね。やっぱり。裁判のね、陪審というか裁判員に選ばれるとかあれば、実際こういう裁判が行われて、同質性の中で暮らしてるわけじゃないですか。今もうますますそうなってますよ。昨日雑談してる中でもお話したけど、東京の人は東京の人で暮らしてて、地方の人は地方の人みたいに分かれてきちゃって、以前はね、有名大学だって地方からいっぱい人が入ったんでしょうけど、今もう大都市でね、子供の頃から塾に通わないと、いい大学に入れないっていうか、で、そういう両親がまたそういう子供に教育を与えて、それが循環してんで、有名私立中高一貫みたいなところが入ってる人たちってもうどんどん再生産されてね、それがほら官僚とか企業の幹部になってっちゃうと、彼らの、もう、あれじゃないですか、階層ができちゃうわけじゃないですか。もう仲間内で仕事回してね、利権回して、しまうっていう状況がどんどん再生産されて、地方からね、今でも地方から優秀でっていう人はいるんでしょうけども、戦後も70年、80年経ってくるともうなんかこう、階層が、格差社会っていう、そういうことですよね。で、なっちゃうっていうのが、実際あるんでしょう。
私は、まあ、あるような気が、まあ、その代わり、その上でなんか、日本自体の、が沈没してるっていうのはありますけどね。平均が著しく下がってるのは、この30年すごい感じますけども、学力とか、なんか、まあ、民度は高いかもしれないけど、なんだろうな。まあ、権威主義が深まってるってことですよ。権力に逆らわないっていうか、逆らわないっていうか、デモクラシーってほら、自分たちでおかしいなって思うこと、声上げていかなきゃいけないけども、まあ、安倍政権の8年間で何が、もう忖度するっていうね、自主的に忖度して権力に奉仕していくっていう、あからさまな態度が、いやおうなしに目に映るっていうか、これはこの10年ぐらい、震災後、それがすごい深まったと思いますよ。で、そうなっちゃうと、そういう人たちがどんどん、まあ、物を言わないってことですよ。ね。でもそうだよ、ネフリュードフみたいな、覚醒した人がですよ、世の中おかしいって言ったって連帯する必要がないわけですからね。で、一方、その、権威主義の中で理不尽な目に遭う人はいるわけですよ。なんかその、公文書の改ざんを手伝わされたら冤罪で捕まったりね。で、そういう人たちが声上げてもね、みんな知らんぷりっていう風にな社会には、なっちゃってますよね。それが、は思いますね。と思います。私が思うに、それの方が、その問題がね、ある。かといって昔の学生運動やってた頃みたいな、なんかそのマルクス・レーニン主義で革命起こせなんていうのも言わないし、もう言わなくなってるわけですよ。という部分が、まあ、江端さんの読んでてあるなと思いました。で、その法務大臣の発言もね、もう東大法学部出身でね、警察官僚上がりの人ですよ、あの人は。まあ、そんな人、この復活の中にたくさん出てくるわけですから、現次次長セレーニンというね、レフルーの友人も、まあ同じですよ、話、法務大臣と一緒みたいな人ですよ。なんか、どっかで、自分たちのやってること正当化しなきゃいけない。まあ、もしかして死刑判決に判子をした時だけ注目を浴びる地味な仕事だっていうのは、責任の重さに耐えられない裏返しで、そういう軽率なこと言ってるっていう、かもしんないし、元から死刑にして当たり前だと、まあ、一度も疑ったことがないっていうことは考えたくないですけども、まあ、大体ね、安倍政権の時の法務大臣が、公職選挙法違反で豚箱に入ってるんですよ、河合克行氏がね。それを考えても日本の法務大臣なんてむちゃくちゃじゃねえかって、法律、なんだよね。なんか人間が罪深いなんて思ったことないんでしょうから、多分。まあ、それはエリートの中で生きてきてね、世襲政治家ですよ、話さんって人ね。とか、なんか世襲政治家の家に、婿入りしたってウィキペディアで読みましたけども。まあ、当たり前だと思ってんですよ、もう。支配階級として、なんかその、死刑判決、死刑囚がどんな思いで死刑になったのかとか、そんな背景なんて知らずに判子をしてる。なんか判子出す。まあ、判子を押すだけの仕事にしてること自体は、まあ、それおかしいんですけども。それはね、組織的に、自分個人で人を殺すなんてできないことをね、組織的にやってるからね、責任を感じないって、書いてあったじゃないですか、さっき。読み上げたところにありましたけど。284ページ。国家的勤務をしてる人は、まあその判子、死刑判決に判子すってことも組織の中でやったことだから個人としては責任なんか問われないと思ってるわけです。そうじゃないとやってらんないわけじゃないですか。ね。と思います。あ、サポート登録ありがとうございます。一応ちょっと念のため個人情報書かれちゃうと困るんで一応削除しておきますけど。サポート登録ありがとうございます。別に。住んでる住所は書き込んでいただかなくても結構だって、ちょっと。ね、一応、管理者としてごめんなさいね。一応、メッセージ消させていただきますけど、ね、サポート登録していただいてありがとうございます。ということでした。じゃあ、ありがとうございました、江端さん。第一三章って歌ありましたよね。なんか、学校で歌わされましたよ。あはなる大地よあー。たえよ大地よあーってね、小学生の頃、中学生の頃歌った。
山国だから大地っていう、関東平野に住んでいれば母なる大地って思うのかもしれないですけど、山国に住んでるから大地って言われてもね、ピンとこねえんだわ、これ。ロシアみたいに山がないね。ただっぴろい平野のとこだったら大地三章も歌えばね、母なる大地って思うんでしょうけども。山に囲まれてるから全然心に響かねえんだ、思ったら。ね、ということでした。じゃあ、ありがとうございました、江端さん。では続きまして、あ、江端さん、あの渡し船じいさん何者なんでしょうか。じゃあ、スルーしてしまった。なんでなんですかね。エキセントリックな人が出てきたんですけども。なんなんですかね。わかんない、私は。コメディリリーフじゃ、ちょっとユーモア。新規臭くなるから面白いじいさんにぶっこんできたんじゃないですか。まあ、あれですよ。469ページに、このじいさん刑務所でね、イギリス人に、法律を守らぬ連中はどうしたらいいのかし、老人の意見を聞いてくれませんか。法律だって彼は小馬鹿にしたように繰り返した。奴は初めにみんなを略奪して、土地も財産もすっかり取り上げて、自分の手元へかき集めて自分に反対する連中をみんな殺してあげく、盗むな殺すなといった法律を書いたのさ。そんなことならまず初めにその法律やらを書いたらいいじゃないか。いやそれにしても現にいる泥棒や人殺しをどうすればいいのか聞いてみてください。その男に言ってくれ。自分の額から反キリストの烙印を剥がせとね。そうなればその男の周りには泥棒も人殺しもなくなるだろう。お前さ、自分のことしてればいいのさ。誰でも自分は、人間は自分自身のものだから、誰を罰して誰を許すかということは神様だけはご存知で、我々には分かりやしないですか。まあ、おそらくですよ、ロシア正教、官僚組織化したロシア正教を批判してんじゃないですか。これ、上官でも、刑務所でね、教会があるなわけですよ、立派な。で、形ばかりミサみたいなの開いてるわけですよ。だけど、やってる、神父たちも、お祈りし、まあ、無理やり集められた囚人たちも、これ298ページが上官のね。まあ、この信仰が人々に、298ページですよ、上官ですよ。大多数の囚人たちは、これらの金色三千たる製造や、ろうそくや、杯や、包囲や、十字架や、意図優しきイエスよとか、哀れみたまえなどという不可解な言葉の繰り返しの中に、何か神秘的な力を持っていて、それがこの世でもあの世でも大きな安らぎを与えてくれるものと信じてきていた。彼らの大多数は祈りや礼拝やろうそくなどに頼ってこの世における安らぎを得ようと常に何度か試みていたが、その安らぎは得られず、彼らの祈りは聞かれずに済んでしまったけれども、彼らの誰もがこの失敗は偶然のものであり、学者や宗教に認められているこの制度はこの世のためではないまでも、あの世では絶対必要にだ、極めて重要なものであると固く信じ込んでいるのだと。まあ、なんだろう。まあ、これ、296ページには、ただ彼が信じていたのは、この信仰は信じなければならぬということに過ぎなかった。これ、司祭が思ってることですね。まあ、形ばかりのね、形ばかりの信仰を形式的にやってるってことを、このじいさん批判してんでしょ。俺、ネフリュードフがそれを批判しちゃうと、ネフリュードフだってそれを最後に批判してもいいんでしょうけども、既存のロシア正教が形式主義に陥ってて、欺瞞だらけだってことはね。だけどそこでネフリュードフに言わせてしまうと、やっぱまずいんで、あのじいさんは、ネフリュードフが言いたかったことを代弁してんじゃないですか、一部ね。既存の教会も、まあ司法制度もね、刑務所も、全然人のことを考えてないわけです。人間に寄り添ってなくて、なおかつ一番ね、人間に寄り添わなきゃいけないロシア正教が、単なる形式主義で、このイギリス人みたいね、二十歳ばかりなんか聖書配りに来てね、なんか言ってるけども、寄り添ってないってことを、このおじいさんに
批判さ、まあ解釈するとなればそうとしか私は言いようがない気がするけど。で、フリュードフが言うべきことをあのじいさんに言わせたんじゃないですか。でも結局ね、これを書いたことによってトルストイはロシア正教破門になってるわけですよね。で、未だに破門って、ロシア正教自体がトルストイを許す気がないっていうところに現れててね。わりかし今のロシア人がロシア正教に入れ込んで、ほとんど宗教国家であるってことを考えると、まあ皮肉なもんだなと思いますよ。だけど、トルストイの突き詰めた信仰っていうのは別にロシア正教の権威に頼ることじゃないんですからね。自分で見つけた信仰を自分で歩んでいくってことをネフリュードフに託してるんじゃないですか。彼はだって本当、キリスト教に帰依するんだったら、ロシア正教に全財産寄付すればいいわけじゃないですか。だけどそういうこと書かなかったわけじゃないですか。その理由はあのじいさんが言ってるわけですよ。自分の中に神を見つけなきゃいけない。ロシア正教の神じゃ、ただ形式主義になっちゃうってことなのかなって私は思いました。あの教会シーンはイエスが見たら激おこぷんぷん丸になるでしょうね。そうですよ。もう統一教会に至ったらイエスと関係ないですからね。キリストをどうやって、まあ、教義を見てないからちゃんと、なんかなって、ただイエスキリストを反共産主義のために持ち出してるだけですよ。今のカトリックだってそういうところありますけどね。無神論者とか共産主義者に対してイエスを持ち出すっていうかね。それだって全然信仰と関係ない。自分が罪深いなんて思って生きてる人がどんぐらいいるんだって話ですよ。まあそういう問題突きつけてるんじゃないですか。まあ、あらゆる宗教は形式、巨大になるとね、ただ組織の維持が目的になっていくわけですよ。最初は迷える衆生を救うためにね、やってたんでしょうけど、でっかくなっていくとね、そうじゃなくなっていくんですよ。宗教、組織の維持、それ自体が目的になっていっちゃうんですから。なっていく部分があるんでしょうね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。では、続きまして、じゃあ、江端さんありがとうございました。続きまして、メルマガ読者さくらさん。今回も呼び飛ばしながら何とか読むことができました。一番の気になるところのカチューシャとネフリュードフがどうなるのかというのは意外な感じでしたが、でもやっぱりネフリュードフはちょっとずれてるというか、女心がわからない感じの少し残念な人だと思いました。引用はじめ。女子とイチャついてたもんですから医者が追い出したんですよ。ネフリュードフはマースロアとその精神状態がこれほど自分に身近なものとは思っていなかった。が、この知らせは彼を呆然とさせた。彼は思いがけない大きな不幸の知らせを受けた人のような感じを味わった。彼は激しい胸の痛みを覚えた。この知らせを聞いて、まず第一に彼を襲った感情は羞恥であった。何よりもまず彼には彼女の精神状態が一変したと考えて喜んでいた自分が滑稽なものに思われた。183ページから184ページに終わり。ネフリュードフが本当にカチューシャのことを愛しているなら、他の人全員が助手のことを信じたとしても何か間違えたと言ってほしかったなと思いました。しかも彼女の話は一切聞いていないのに信じてしまっているのが悲しい。心の中 100% を信じるのは難しいかもしれないけれど、せめて何があったのか聞いてあげてほしかったなと思いました。それでもカチューシャやけになることなく受け入れていたのでよかったなと思いました。私だったら信じてもらえなくて悲しくてどん底な気持ちになると思うし、せっかく好きになりかけていたけれども、また大嫌いになると思う。今回も細かいところまで読むことができなかったので、また読み返したいと思います。終わり。ありがとうございました。カチューシャは、なんでマリア・パーブロブナと仲良くなったっていうと、マリア・パーブロブナも美人なわけですよ。で、男がちょっかい出してくるっていうか、性的な目で見てきて、まあそれを断固拒否して、潔癖に過ごしてるから、カチューシャは、彼女に親近感を抱いてると、いうことが書いてありました。315ページか。
315ページ、312ページぐらいか。いつもこうやって男性を通して誤解に巻き込まれるってことをカチューシャ繰り返してんですよね。で、まあ、ネフリュードフは、まあ私は男だからね、ネフリュードフの気持ちがわからんでも一生懸命助けてやってんのに恩をあだで返されたと思った。これは心が狭いといえばね、狭いですよね。だけど、裏切られた気持ちになって羞恥心ですよ。自分の意志の弱さより他人の意志の弱さに恥ずかしさ、共感性羞恥って言葉もありますけども、やっぱりダメだったっていうことに関して、我がことのように恥ずかしいと思ってしまうのは、まあ、ネフリュードフがそう、まあそうね。まあ、大方の、なんだ、真面目な殿方にありがちな話だなと思いますけども。まあでも一方的に、まあ彼女の話は聞いてないと、まあ問い詰めもしなかったんですよね。でもそれごと丸ごと受け入れてやんなきゃいけないってことを、なんか書いてありますんでしょ、これ。だから、別にそれを心の中で責める自分も嫌だと思ってたわけですよ。どうだっけ。192ページ。ああ、でも生実家弁解。これ書いてあるな。192ページ。ネフリュードフに再会して以来、もうずっと前から嫌になっていた男性との関係が特に嫌になっていたからであった。彼女は過去と現在の境遇から押して、すべての男性があのニキビ面の助手も含めて彼女を恥ずかしめる権利があるように思い込み、彼女から肘鉄砲を食わされてびっくりしたということは彼女には耐えられぬ屈辱であった。そして彼女は自分で自分がかわいそうになり、思わず涙が溢れるのであった。今日もネフリュードフの前へ行った時、きっと彼も耳にしてるに違いない、あの身に覚えのない非難の弁明をしようと思った。しかし彼女は言い訳を仕掛けてから、とても彼は本当にしてくれまい。玉実家弁明すればかえって彼の疑いを深めるばかりだと感じた。そう思った途端、涙が喉元にこみ上げてきて、彼女は何も言えなくなってしまった。と書いてありますね。まあ、ネフリュードフが、そんなことあったけど俺は気にしてないよって言ったら、それもなんか傷つくだろうし、何も言わなくてカチューシャの方から弁解したとしても、それもカチューシャは生実家弁解すれば彼の疑いを深めると思うから言えなかったっていう、ジレンマですよね、これね。せめて何があったのか聞いてあげてほしかったなっていうのはわかる気もするんですけども、やぶ蛇というかね、わざと聞いて、まあでも、ネフリュードフの方はそんなことがあってもね、あろうがなかろうが、それは彼女の自由だから、これは彼だ。マース、これね、191ページ、マースロアのいかなる行為も自分の彼女に対する愛情を変えることはできないという自覚があったわけですよ。で、たとえ彼女が女子とイチャつこうが、それは彼女の自由だ。自分が彼女を愛するのは自分のためでなく、彼女のためであり、神のためだ。これはでも、シモンソンとの関係の中でもそうじゃないですか。シモンソンと一緒になりたいか、自分と一緒になりたいかは彼女が決めることだって言って、俺がここまでついてきて献身的に言ったんだから、もちろんカチューシャは俺と一緒になるべきだってことをカチューシャに言わないわけでしょ。でもどうなんですかね言ってほしいってことは言ってほしいってことが、これはこの前回のね、前回やった坂口安吾のね、なんだっけ、青鬼のふんどしを洗う女出てきた、結局その女は暴行されたいって、あの、主人公は幸子が言うわけじゃないですか。なんとかさんはほら、なんとかさんを追いかけてるけども、女っていうのはさ、口説かれても動かないけど、
無理やりやられれば、もう無理やりやるしかないんだっていうこと言ってますよね。っていうことはね、所有、ネフリュウ毒が、カチューシャを所有物のように扱うことが、結論なのかって話になっちゃうじゃないですか。で、実際女性もそれを求めてんだと。シモンソンぶん殴ってね、俺の女だって言って、俺が一生守るんだって言ってくれた方が、いいっていうことなんだけど、それじゃあ元の目が見えないですよね、ネフリュウ毒にとってみりゃ。最初にちょっかい出したのと大して変わらないんですよ、その、殿方の脳みその回路からすると。その所有するとかされるとかいう関係じゃなくて、彼女の本心を尊重した上で彼女に選ばせるっていうことをしないと、ただ支配関係になっちゃうじゃないですか。共依存になっちゃうじゃないですか。だけど女性からすると、彼女の自由だっていうのは突き放してて薄情だって見えるわけですよね。悪情だって見えんだったら、まあ無理やり所有した方がいいって話になっちゃうじゃないですか。と、私は思いますけども、だからね、殿方が、その、彼女の、あれですよ、まあ、君がどうしたいか、自分自身に問うて考えてくれって言うと、多くの女性はですよ、薄情だなって思うんだと思いますよ。なんか っていうことなんでしょう。だけど男性からすればそりゃ共依存関係にならないためにね、自分を律してそうなんだけど、女性から見ると薄情だなっていう風に見えちゃうっていう、このボタンの掛け違い。カチューシャを信じることを貫かなかった、トトさん書いていただきましたけど。いや別に信じるも信じないもね。それは彼女の自由だっていう。まあ、その考え方はダメなのか。そんなにイチャつくことなんて絶対ありえないって、心から信じてないのがダメだってことか。まあそう考えればダメ男。なんかずっと。いや、そんな男だったらね、カチューシャに手出してないんですよ、もともと。そんな。言わずもがなじゃないですか。最初からクズ男なんですから。何言ってんですか、あなたたちは。そんな簡単に復活するわけないでしょ。そんなしっかりしてたら最初からカチューシャに手出してね、子供作らせて、捨てたりしないですよ。これふわふわしてるから信じきれないんですよ。それを言っちゃおしめえよ。おいちゃん、おばちゃん、それを言っちゃおしめえよ。ね。ってことになっちゃいますけどね。と、私は思いましたけども、いかがでしょうか。私だったら信じてもらえなくてどん底な気持ちになると思うし、せっかく好きになりかけてたけど、また大嫌いになると思う。まあでもやっぱ大嫌いになったんですよ。最終的にね、シモンソンと一緒になるって言ったのはね。どっか、まあその理由は、まあ書いてないんですけど、まあシモンソンは最初からそういう、シモンソンはほら、ネフリュウ毒みたいな最初からクズ男じゃないですから。改心したクズ男じゃないですから。いや、お前、シモンソンと一緒になったっていうのは、まあその部分なんじゃないですか、やっぱね。どうでしょう。私の考えでは。何があったか聞いて欲しかった。まあそれは無理ですよ。もう寝がクズ男だから。女性からの感じ方と少し違います。女性と、白状と、まあ、それはそうでしょう。だまあ、でも、さっき言った通りですよ。最初から信じきるような人間だったら、捨ててないでしょ、最初から。性格が弱いんですよ、彼は。厳しく言えば。他人の愛する彼女ごと愛している方がいいです。女を所有物として見るのをやめたところが、ネフ殿の成長だと思います。所有物として見てないんですけど、逆に、まあ、おったら彼女の自由だって言って、言ってるんで。言って。まあ、その結論も納得いかないってことで、それはわかりますよ。でも、そういうやつなんですよ。優柔不断なんですよ、最初から。
じゃあなんで刑務所に入ったの、誰のせいだって話になる。もともと誰のせいだって、ネフリュードフのせいなんですよ。ね。ネフリュードフが最初にちょっかい出してきたクズ男なんですから。あ、そこに対する反省がないっていうことですかね。うん、まあ、それはシモンソンに奪われるって形で、それが答えなんじゃないですか。まあでも、なおかつ、彼は、シモンソンと一緒になった自分を自由にするためだって、カチューシャがね、って書いてますよね。あ、なんださん、スーパーチャットありがとうございます。どういうことでした。じゃあ、さくらさん、ありがとうございました。思うところあれば、書いて、重ねて、思うところあれば、コメント欄に書き込んでいただければ、と思いました。では、一応じゃあ、これで、さくらさんのは終わりますけども。まあ、ちょっと、思うところあれば、トットさんでもいいですけど、書いていただければ。私の結論は、クズ男にそこまで求めないでくれって。しょうもねえ。だから、シモンソンの方へ選んだんだろうっていう。ね。彼女自由だったら突き放してるけど、まず、突き放すか、所有するか、最初からもう、最初マイナスから始まってんですか、彼はね。難しいですよ、それはね。クズ男の方が劣勢なんですから、劣勢から挽回すると、もう握手しかないわけですよ。悪い手しかないんですから。あ、さくらさんありがとうございました。クズ男だということを忘れている。そうなんです。クズ星男ですよ。クズ星男。クズ星バンドマンみたいな。しょうがないんですよ。治りようがないんですから。ね、じゃあありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者玉井さん。ダブルトリオ、ダブルトーク。なぜカチューシャ、ネフリュードフではなくシモンソンを選んだのか。これは難問である。難問であるとした根拠。丸一、第3編第25章において、ネフリュードフが定規の結果を受けて、彼女はネフリュードフを愛していた。そして自分を彼に結びつければ、彼の一生を台無しにすると考え、シモンソンと一緒に姿を消してネフリュードフを自由にしてやったのだ。していたのだ。今も望み通りのことを果たしたのを喜びながら、それと同時にネフリュードフと別れるのが苦しかったのだった。と解釈する。丸に、28章において彼はカチューシャのことは終わってしまった。カチューシャとのことは終わってしまった。ネフリュードフは彼女には不必要になったのだ。以下略と判断する。丸三、しかし、上記丸一及び丸にはネフリュードフの主観による結論であり、このための問題関係解決の手がかりとは言い難い。丸四、この、第28章以降、カチューシャに関連する言及はない。丸五、第17章において、シモンソンからの結婚の申し出に対し、カチューシャは苦痛の表情を浮かべて、懲役囚である自分を卑下した上で、ああ、放っておいてください。これ以上お話しすることはありませんと、結婚に関しては不承諾の様子である。丸六、上記丸五の直後、第18章からシモンソンを選んだことが判明する第25章の間において、カチューシャとシモンソンの関係及びカチューシャの内面に関する描写が存在しない。以上6点から言えるのは、カチューシャの本心が1ミリも書かれてへんやんけであり、カチューシャがシモンソンを選んだ決定打となる根拠を作中から読み解くのは不可能である。したがってこの問題は著者トルストイが提示した問いかけ程度に捉えて、読者諸子がそれぞれ回答を考えるべきではなかろうか、ないだろうか、といったことを考えながら、といったわけで私の回答以下に提出する。本問題に対する私の回答、カチューシャの言動の変化、愛の需要。まず、そもそもカチューシャはネフリュードフの愛を受け入れているかのかについて考えると、彼女はネフリュードフの自己犠牲的な愛により、酒、タバコ、異性への媚び、下品な言葉遣いを上巻終了時点ですでに改めており、かつての恋仲であった頃の純潔な精神に戻っていることは伺え、よってネフリュードフにより、カチューシャは心を入れ替えたと言える。イコール愛を受け入れた。しかし、彼女にとって愛の受け入れたことはそのままネフリュードフとの結婚を承諾することにはならなかった。
この問題を解くには、フリュードフとミッシーの考えを関係に当てはめてみれば、当てはめて考えればよい。丸に2つの三角関係。あ、二重丸、2つの三角関係。ネフリュードフは上流階級出身のミッシーと結婚すれば生涯安泰にもかかわらず、ミッシーを退けてカチューシャを救おうと利他的に行動する。このネフリュードフを軸とした三角関係、ミッシー、ネフリュードフ、カチューシャを、今度はカチューシャを軸とした三角関係、ネフリュードフ、カチューシャ、シモンソンに置き換えてみる。すると、カチューシャは上流階級出身のネフリュードフと結婚すれば生涯安泰にもかかわらず、ネフリュードフを退けてシモンソンを救おうと利他的に行動する。このように上記二通りの三角関係は人物が異なるだけで、ネフリュードフ及びカチューシャが取る行動は弱者を救うという一点において共通している。こうした慈愛の精神に基づく行動原理は、第28章において引用されるマタイ福音書からも裏付けられている。結論、カチューシャの判断。ここから察するに、カチューシャはネフリュードフの愛を受け入れたことで許し、憐れみ、慈悲深く生きることを知ったと同時に、彼女と同じ境遇であるシモンソンに何らかのきっかけで人生の意義を見出し、そして実践へと移行したように思われる。もし仮にカチューシャが弱者に該当しないネフリュードフと結婚してしまうと本書の主題であろう、自他を超えた愛の精神の復活にはなり得ない。イコールラブラブパワーで二人がよりを戻したといった感じの狭い領域の話になり下がる。したがってこの二人が結婚という形で成就しないことが最も適切な愛の実践と言えるのである。以上、終わり。ありがとうございました。ミッシーを選ばず、ネフリュードフがカチューシャを選んだように、カチューシャもネフリュードフを選ばずに、シモンソを選んだと。それは、より弱い者に寄り添うという、マタイ福音書の三条の水君の実践だと。だから、なんじゃないかと。一番あれか、三条の水君では91匹の迷える羊の方についていくってことですよね。ネフリュードフとミッシーからと、カチューシャの間でカチューシャが一匹の迷える羊で、ネフリュードフが一匹の迷える羊を探しに行った。で、今度はカチューシャとネフリュードフのシモンソンの中では、カチューシャは特者になったんで、一匹の迷える羊であるシモンソン、選んだ。ということなんじゃないですかね。あとは女の美しさを楽しむことも避けなければならないという、この第2の概率、三条水君の481ページに書いてある。だから、カチューシャ自体はあれですよ、性的なセックスに対する危機感があるわけじゃないですか。それは、マリア・パブロブナも同じですけども。そういうことは無縁に言いたいわけですよね。で、特赦してネフリュードフと一緒に暮らしたら、そういうの、なんて言うんだろう。彼のことを許したとは思うんですけども、恨んでたわけ、憎んでたわけですからね。だけども、セックスに対して潔癖でいるんだったら、シモンソンについていった方がいいと思ったんじゃないですか。だってシモンソンもそれを願ってる男なんですから。プラトニックなものを、カチューシャに見てるわけですよ。だって、このクズ男ネフリュードフ一回子供作っちゃってるわけですからね。カチューシャとね。で、もう一回やり直すっていうのもね、そんなこと書いてないですけどね。愛の実践とすればシモンソンに人生の意義を見、玉井さんが書いていただいた通りだと、自他を超えた愛の精神の復活っていうのは、政治犯たちにくっついてることですね。なおかつ自分の尊敬する人がいるわけですよ。マリア・パブロブナっていうね。本当に、カチューシャの人格を、カチューシャを怠惰な生活から救い出したのは、ネフリュードフでしょう。だけど、彼女にさらに精神の高みを見せてくれたのはシモンソンとかね、マリア・パブロブナじゃないですか、政治犯の。人のために生きてる。で、政治犯でいる人たち。
で、そっちについていきたいっていうのは、彼女がこれから成長していくために必要なのは、一緒にいる政治犯の人たちだってことを、彼女は思ったからじゃないですか。だったら、シモンソンでネフリュードフは、政治犯たちを助けるため、カチューシャの助けてる政治犯を助けるために一緒にシベリアに行った方が良くないですか、じゃあね。でもそういう風に書かれてないんで、それは、なんだ、あの政治犯の中の一人が大嫌いだから。なんだっけ。ノボロボーロフが嫌だからなのかなんか知らないけども。まあ、そういう風にはいかなかったですね。まあ、結婚という形で成就しないことが最も適切な愛の実践と言えるのである。まあ、これは、玉屋さん書いていただいた、ああ、なるほどなと思いましたね。あと、カチューシャの本心が書かれてないって言うんですけども、まあ、一箇所書かれてるとすれば、まあ、私たちって言ってる部分ですよね。シモンソンとの関係をね。これどこだっけ。まあ、シモンソン、あの人の、境遇を楽にしてあげたい。ああ、でもね、クズ男のクズ男たるゆえんの400ページ、シモンソンの申し出は自分の行為の並外れた美しさをぶち壊して自分が捧げる犠牲の価値を自分の目にも他人の目にも低下させてしまったという思いが混じっていた。シモンソンの告白聞いてね、自分の自己犠牲がね、この価値が下がったっていう非常に打算的なことを最初思ったわけですよ。彼女には何の責任もない。しかしあんな立派な男が彼女と運命を結びつけようと望むとすれば、彼の犠牲はもはやそれほどの意義を持たなくなってしまう。ひょっとするとそこには単純な嫉妬の気持ちもあったかもしれない。彼は彼女に愛されているという気持ちにすっかり慣れっこになっていたので、彼女が他の男を愛しうるなどとは考えることもできなかった。またそこには彼女がケーキを勤め上げている間、そばで暮らすというせっかく築き上げた計画が崩壊するという恐れもあった。彼女がシモンソンと結婚するようになれば、彼がそばにいる必要はなくなるから、新しい生活設計を立て直さなければならなかった。書いてありますね。まあ、嫉妬が湧いてきちゃった、シモンソンに対してね。で、なおかつ自分の自己犠牲も踏みにじられたと、まあ、やっぱり自然に思ったわけですよ。またこう、しょうがないですよ、クズ男だから。最初からマイナスから始まってんだから。選ばれないことに対して、やっぱりがっかりとは思ったんでしょう。それとそのなんだ、もう一つが、まあでも俺は生きて自分の人生生きたいって気持ちはあるんですよ。全部カチューシャのために投げ出すよりもね、どっかにその思いがね、ずっと漂ってるわけじゃないですか。159ページ。458ページですよ。私たちは、彼女は私たちはと言ってしまってから、ちらっとネフリュードフの顔を見た。何にもいりません。それでなくても、私はこの私のために随分、あなたはこの私のために随分尽くしてくださったですもの。もしあなたがいらっしゃらなかったら。この私たちってシモンソンの話だけ入ってんですかね。政治犯、マリア・パブロノとかも入ってんじゃないですかね。どうなんだろう。まあ、これが一つ、私たちはって言ったのが、カチューシャの気持ちが入ってるところですよね。この私たちはがシモンソンとカチューシャのことなのか、まあ、玉井さんほら、カチューシャの気持ちが書いてないって言うんですけども、一点だけ私たちはって言ったときに、一つは、まあ、シモンソンか、まあ、政治犯の仲間、選んだかっていうことが、まあ、書かれてると思いますけど。まあ、そこしか書いてないですね。ということだと思います。トットさん、カチューシャを愛しているのだから信じてほしいのだと思います。過去の自分も含めて、それがない限り結婚はできない。自分は、ご結婚するということでネフルードフが不幸せになるという犠牲が、パサってしまうと思います。
まあ、なおかつね、俺は行きたいって思うわけじゃないですか。その俺は行きたいってのこれ454ページ。ああ、だから、カチューシャと結構、これね、445ページね、イギリス人と一緒に刑務所に入った時、俺は行きたい、家庭や子供が欲しい、人並みの生活がしたい。彼女が目を伏せたまま、足早に部屋へ入ってきた時、彼の頭にこんな考えが、ちらっとひらめいた。結局ね、彼の方針も揺らいでるわけですよ、ここに書いたんだね。別にか、俺行きたいと、カチューシャ以外の、と一緒になる以外のね、まあ、人生を送りたいって、まあ、特赦になったって、ガチューシャと再会した時に思ってんだから、まあ、彼だって、やっぱり、心の中では捧げたいと思ってるけども、本心は、心の奥底の本心はそうじゃないって言っちゃってますよね。まあ、そういうことなんじゃないですかね。そういうことなんじゃないかなって。まあ、それも、しょうがない。それをもってクズ男、まあ、クズ男だからだとは言えないけど。まあ、結局本心、まあ、だから。まあ、それはカチューシャから見ればね、魂の、なんか自分を出しにして自分の魂を復活させようとしてる。から二度傷つけてるっていう疑いがあるわけでしょ。それが結局シモンスを選ばせたんじゃないですか。ね。まあその部分をトルストイ先生は掘り下げて書いてなくてもシモンスに渡して解放されたんで。だって結末をそこに持ってかなかったんですから、カチューシャと一緒にシベリアで、それ罪と罰と違いますよ。そのラスコール2号にね、ついていくわけじゃないですか、ソーニャがね。あるいは、カラマーゾフの兄弟では、ミーチャがシベリア送りになるのにね、グルシェニカがついてきますけども、だ男の方がついてくっていう場合にはね、違う、男ってそこまで献身的になれないんですよ、やっぱり。なんか、まあ、そんなこと、それを言っちゃおしめよって話ですけど。カチューシャはシモンソンを通じて信仰の世界入ってたんですよ、ほら。私、キルキゴールが死に至る病でね、女性は男性との関係を通じて神との関係に入るって言ったじゃないですか。やっぱネフリュードフじゃねえ、と一緒じゃ、やっぱり、カチューシャ、なんだ、自分の神を見失っちゃうじゃないですか。で、シモンソンに、やっぱ、捧げたいわけですよ。捧げることによって、新しい復活に入ってきたいんだって。でも、ネフリュードフはカチューシャを通して復活したいと思ってるんですけども。結局それが叶わずに、叶わなかったってことなんでしょう。ネフリュードフは、贅沢な貴族の生活に未練があり、あるんですよ。なんかその将軍、要塞管理の将軍の家のパーティー出たら、やっぱこういう集いもいいなとかね、常にほら、自分の決心が揺らいでる男ですから、それはもう書いたんじゃないですか。ほっとしたネフリュードでね、頭の中ではそう思ってんでしょうけども、心の奥底からせり出してくる、やっぱり贅沢な生活がいいなって。でも、支配者階級のクズ野郎に会うと、心から嫌悪感、こいつらと一緒にいたくないなと思うんですけども、なんだかんだ言ってベートーベンの交響曲5番を聞くとやっぱいいなとかね捨てがたいって、これ450ページくらい書いてなかったでしたっけ。捨てがたいなって思うんですよ。ね、交響曲を聴いたら目頭が熱くなっちゃったんですよ、450ページ。と子供が、家庭が欲しくて子供が欲しいなって思っちゃうわけです。だけど、カチューシャと一緒になったらそんなことで、普通の家庭なんか持てないでしょ。だってそんなね。ということなんじゃない。まあもう、だって結婚生活が想像できないんですよ、カチューシャにとってみたら。まあ、カチューシャがね、仮に有罪になってね、シベリアに送られるんだったら、ネフリュードフを選んだかもしれないですけどね。だと思いました。じゃあ、ありがとうございました、玉井さん。あ、桜さん、スーパーチャットありがとうございます。
異性を通して自分を復活させるって面白いですね。まあそういう話になってますね、これね。これダブルトリオ、ダブルトークって何の意味なんですかね、これね。ちょっと調べてなかったんで、なんだダブルトリオって。ジャズのナンバーですか、これ。マッコイタイナそういうことだ。ありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者千歳飴さん。アンチェインド メロディ。私の恋人マイダーリン。あなたの肌のぬくもりが欲しい。長く孤独な時間。ランチャスブラザーズ。アンチェインドメロディ。無実の罪で刑務所に入れられたら、シャバの家族が恋しくなって毎日泣くだろう。家族がいなければ逆に刑務所の中で友人や恋人を作ることもできる。カチューシャの場合もそうだった。刑事囚として移動中、娼婦だった過去が知れ渡っていて、男たちに何度も言い寄られて、彼女はうんざりしていた。政治犯の中に映ったカチューシャは、本来の自分、堕落する前の自分に立ち返っていく。カチューシャに影響を与えたのはマリア・パーブロブナで、彼女は他人が性的な目で自分を見るのを許さない姿勢を保っていた。318ページ。彼女は当初、元娼婦のカチューシャに嫌悪感を持っていた。しかし、すでにカチューシャも色恋を遠ざけようとしていたため、その共通点から二人は親密度を増していく。性を売らずにいられるようになったカチューシャは、表面を覆っていたお色気が消え、日に焼けてがっちり人間らしさを取り戻した。女性二人の出会いといえば、同じ著者によるアンナ・カレリナのキチーとワーレンカである。キチーは別の女性を口説き出したブロンスキー伯爵を恨んでいた。ワーレンカという介護職の女性にも過去に去っていった恋人がいたが、人間は心変わりすることもあるという機微を受け入れ、言動にも他人との距離にも落ち着いた作法があった。ワーレンカと親密になったキチーは、社交界の中でいかに他人からの高評価を求めて結婚相手を探していたかに気づく。違う階級の女性同士が偶然出会い、新しい言葉や基準を共有し、精神的に解放されていく。すでに100年以上前に、この覚醒するシスターフッドの物語をしくじらずにスケッチ、こういう女性たちの関係は実際にあるだろうと読み手に納得させる。だからトルストイは読み継がれるのだろう。そして疾風のごとく政治犯シモンソン登場である。引用はじめ。ネフリュードフが彼女に結婚を申し込んだのは、一つは寛大心のためでもあり、一つはまた過去にああいうことがあったためである。ところがシモンソンは現在あるがままの彼女を愛して、ただ愛するがゆえに愛しているまでのことである。トルストイ復活、古典教養文庫、米川正雄役。引用あり。カチューシャに負い目のないシモンソンは彼女の過去をものともせず、それがカチューシャに自信を蘇らせた。再びネフリュードフを愛し始めたカチューシャだったが、彼女の理性はネフリュードフを退けた。カチューシャはネフリュードフが食材のために弁護士費用を出すことや、有力者や元老院に掛け合って奔走するのは受け入れたが、結婚は拒絶した。結婚は彼の自由を奪うことで、それは間違いだと思ったようだ。冤罪と娼婦の鎖から解き離れたれたカチューシャだが、この先、シモンソンとの関係は鎖になるか否か、それが気がかりである。終わり。ありがとうございました。カチューシャがなんでネフリュードフを退けたか。やっぱりシモンソンは彼女の過去をものともせず、彼女をあるがまま愛してる。から、まあ、引け目を、ないわけじゃないですか。対等だからですよね。ネフリュードはどうしても保護者になっちゃうし、保護者の割に君の自由だって言って突き放すから僕が言ったら結構辛いっていうことでしょうね。さっきの話に戻りますけども、で結局その保護者だけど君の自由だっていうことは、結局カチューシャからしてみればネフリュードの自由を奪ってることになっちゃうんで、シモンソンを選んだんでしょうね。まあでもシモンソンが出てきてくれたおかげでこれ結末がついたんじゃないですかね。シモンソンが出てこなきゃ特者にならずにね、シベリアに行って
刑務所の脇でずっと暮らすっていうね、なんか、罪と罰の挿入部分になっちゃいますよ、これね。で、一緒に、聖書読むみたいなね。そういう結末だと、罪と罰と変わらないからですかね。だからこうなったんですかね。なこと思いました。あんなカレーニーなのきっちりとあれんか。もう、すっかり忘れちゃったんですけど、こんな話ありましたっけ。なんか、キッチーも介護をしたら、車椅子のおじさんに好かれちゃって、その奥さんに嫉妬されちゃって、ちょっと厄介な状況に巻き込まれてましたよね。なんかその、ね、魅力的ゆえに問題、トラブルに巻き込まれる、本人が意図しないところでトラブルメーカーになるってことをね、結構、トレス書きますよね。ドストエフスキーはそういうこと書かないんですけどね書いてるとこありますね、ということでした。まあ言い寄られてね、まあマリア・パーブロンナ、これ それだけ最後ちょっと紹介、318ページがマリア・パーブロムナは自分が美しいことを知っていたばかりでなく、その意識を心よく感じてはいたが、自分の美貌が男たちに与える印象を喜ばないどころか、むしろそれを恐れて恋愛というものに対してはっきり嫌悪と恐怖を抱いていた。マーストロはそのことを見抜いていた。仲間の男たちもそのことを承知していて、マリア・パーブロムナに心惹かれることがあっても相手に打ち明けるようなことをせず、男の同士たちと同じように扱っていたということですね。あ、そういう政治犯の理解のある仲間といて、こういう生き方もあんのかと。これ317ページ。カチューシャ、マリア・パーブロムナと知り合って以来、彼女はどこにいてもどんな条件のもとに置かれても決して自分のことを考えたことがなく、ことの代償を問わず、いつもどうしたら他人に奉仕することができるか、どうしたら他人を助けることができるのかと、ただそのことばかり心を砕いているのを見てきた。彼女の現在の仲間の一人であるドボロド・ボーロフという男は、かつて冗談半分にあれは慈善というスポーツに熱中しているのだと言ったことがある。この票は当たっていた。彼女の生活の関心のすべてはちょうど漁師が獲物を探すように他人へ奉仕する機会を発見することに集中されていった。ちょっと飛ばして、マースロアが政治犯のグループに加わった時、マリア・パブロブナは彼女に対して嫌悪の情といやらしさを感じた。カチューシャはそれに気づいていたが、マリア・パブローナが無理に自分を抑えて彼女に対して特別優しく愛想をよくし始めたことにもやはり気づいた。そしてこのような素晴らしい女性の親切と愛情をマースロアは心の底から嬉しく思ったので、すっかり彼女に傾倒して無意識のうちに彼女の考え方を自分のものとし、知らぬ間に万事につけ彼女を真似るようになった。この献身的なカチューシャの愛情はマリア・パブローナを感動させて、彼女もやはりカチューシャを愛するようになった。この二人の女を近づけたもう一つのものは、二人が共に抱いていた性愛に対する嫌悪の気持ちだった。一人は全ての恐怖を知り尽くしたためにその肉の愛を憎み、一人はその経験こそなかったが何かしら不可解な同時に人間の尊厳を侮辱する忌まわしいものとしてそれを見ていたからであった。ということでした。まあ、マリア・パブロムナが、あれですよ、尊敬してたんで、でも私たちってさっき言った時にね、マリア・パブロムナも入ってたんじゃないですかね、シモンソンもね。同志として一緒にいるっていう関係があるんだってことに気づいて、まあシスターフットもあるんですけども、革命家同士のそのジェンダー平等ですよ。ジェンダー平等に頭やられたんじゃないですか。頭やられたって言い方はねえだ。それでまあネフリュードフといるより政治犯といることを、まあ、取り上げ、マリア・パブロブナもまあ、シモンソンと一緒に行っちゃうわけですから、離れがたかったんでしょうね。ということでした。まあ、さっき書いていただいた通りね、シモンソンにはカチューシャの過去はね、関係なかったんですけど、まあ、ネフリュードフはね、どっかに普通の生活を送れるのに、無理してる部分が溢れちゃってる。それが、その違いだったんでしょうね。ハンチンドメロディ、ね、ゴースト。
まあ一人なんとかなんとかっていう曲ですよね、あれね。ゴーストニューヨークのパブロシ、見たことないけど。ありがとうございました。ちょっとお世話さん。では、続きまして、メルマガ読者トトさん。復活下巻トルストイ感想文。自らの過ちからマーソラーの人生を狂わしてしまったネフリュードフが、彼女の運命を肯定させるために奔走した3ヶ月の旅は、まるで生涯の出来事のごとく私には重くのしかかるような長い道のりの作品であった。語り口が誠実であり、理解しやすく、何よりトルストイの内面の清らかさが最後まで続いて伝わった。弱い人々が苦しめられ、屈辱や堕落に落ちていることを遠くに聞いているより、実情を目の当たりにした3ヶ月間の経験がネフリュードフの生き方までも変えていった。何のために裁判あるのか、己の立場を守り、報酬のために悪を理解しながらも、民衆や囚人たちを利用する人間たち、それらを司る役人たちは、かつてネフリュードフ側の裕福な立場の者、解決するには憎しみながらもその立場に立たなければならないか、と、かつての親友セレーニンが虚偽へ引きずり込まれていったり、実の姉が夫のためにかつての良いものを失っていったり、世間の多くが彼の思いとは別な世界で生きていた。しかし、とりわけ思想は違えども、自らを犠牲にして他人を救うという意志と信念において、ネフリュードフと近い思いの人たちは、一部の政治犯、マリア・パーブロブナと亡くなったクリ・リツォフとシモンソンであると感じた。マースローが一生かかっても知ることができないようなことを知ったんだもの、315ページと言わしめた、マリア・パーブロブナの生き方。そして人の心が深く理解できる人に生まれて初めて出会うのだ。引用をはじめ、民衆出身の人間として心から彼らに共鳴し、我らの人々が民衆のために貴族階級に抵抗しているということを理解した。しかも、彼ら自身が貴族階級に属しながら、民衆のためにその特権、自由、生命を犠牲にしていることは、特にこれらの人々に対する尊敬と感動の念を呼び起こした。315ページ、引用あり。マースローは理解し、自覚なく流れている純粋な心が共鳴し、魂の拠り所となっていったのだ。シモンソンとの出会いは運命であったと思う。互いに犠牲にしてしまうネフリュードフとマースローは愛しすぎてしまい、心の奥の傷によっていつか破滅が来てしまうような気がした。マースローはやシモンソンの心理を見抜き的確にネフリュードフに伝え、身を挺してクルイ・リツォフを守る姿が心に残った。恋愛に潔癖すぎるのもとても清潔に映ってしまった。クレイリソフの死、護送中に死んでいった人々、フォロバサに乗っていた裕福な少年の気持ち、引き離された囚人の父と娘、死尿桶の傍らで、そばで囚人の足の大枕に眠っていた子供の姿、自分が自分の女将になればその時は女将なんかいりやしない、470ページと言い切り、施しを断った渡し船の老人、心に残る人物場面が多くあり、語り尽くせない。神様に叱られちゃうけど、たまにウォッとかを飲むといった妊婦があまりにも切なくて。マースロアのための特赦が決定し、ネフリュードフも自分自身のためにも望み得た一切のことが実現したと、貫いた決意と犠牲と良心と善意は実現したが、彼女は失ってしまった虚しさは計り知れないと思った。しかし突如として聖書から安らぎと自由を見出した。恐ろしい悪から救われる唯一の確実な方法は、ただ人々が常に自分の神に対して罪深いものと認め、従って他人を罰したり強制したりする資格のないことを認めさえすればよいこと。478ページ。すべてこれから始まるのだ。これからが復活であると思った。終わり。ありがとうございました。315ページに、マリア・パーブロ・ロブナに対する思いが書いてあるのか、これ。まあ、カチューシャ、あ、そっか。これ第3章ですね。下巻の。第3編の第3章。この6年間、都会において隠島で贅沢な甘やかされた生活を過ごし、2ヶ月の間、刑事犯たちと一緒に刑務所で暮らした後だけに、今、政治犯たちと一緒に暮らしてみると、その苦しい条件にもかかわらず、カチューシャはその生活がとても素晴らしいものに思われた。
で、彼女鍛えてくれたんですね、体をね。で、まあ、私はあの判決を宣告されて泣いたけれども、彼女は自分に聞かせた。でも、今一生神様にお礼を言わなくちゃいけないんだ。だって一生かかっても知ることのできないようなことを知ったんだもの。まあ、貴族階級に属しながら民衆のために、特権や自由や生命を犠牲にしてる。まあ、マリア・パブロブナですね。それが一番ね。で、特別な尊敬を感じて、まあ、最初は嫌われてるのは感じたけども、彼女も自分、自制心で、ってマスロワに。愛想よくしてくれたら無理してね。そしたら通じ合ったって。そういう経験があって初めて人間らしい人間関係を築いたんでしょうね。で、あとシモンソンとも出会って。だから彼らと一緒にシベリアについていきたいと思ったんでしょうね。まあ、ネフルードフからすれば理不尽な裁判と理不尽な刑務所なんですけども、まあ彼女はね、冤罪で捕まって刑務所に入れられたんですけども、逆に感謝し始めたってことですね。こんな素晴らしい人がいるんだっていうことを、まあ、気づいたってことは、書いてありますね。まあ初めて、まあ政治犯の中に初めて人間らしいっていうか誠実な人がいるってことを深くね、人の心を深く理解できる人に初めて出会ったって書いていただきましたけど、いうことですよね。まあ、あれですね。死の家の記録みたいなもんでね、初めて人間にこんないろんな人がいるんだって気づいたみたいなね、貴族が刑務所に入れられてね、汚ねえサウナに入ったりしてね、初めてこんないろんなわけわかんねえ人がいるんだって気づくみたいなね。同質性の中で暮らしてると、ロシアの支配階級みたいにね、なんか人間性を失ったまま形式主義に陥っていくわけですよね。生身の人間に会うには刑務所が人間を鍛えるってことね。とまあソルジェニーチンのイワン・デニソビッチの一日もまあ私は収容所ものが好きなんで今回これ選んだんですけども、私は収容所の中で初めて素敵な人に出会ってしまったっていう皮肉が書いてありますね。まあ、ネフリュードフにとってもそうだったけど、今まで階級的な偏見に取られてたけども、初めて社会全体が客観的に見れる。で、今まで漠然としか抱いてなかった信仰についても深く考えるの。当たり前のことはね、当たり前じゃないんだってことに気づいたんですよね。で、自分が罪深いんだから、人を裁いちゃいけないと。誰も人の上に当たり前のように立てるわけじゃないってことを気づいたってことですね。それはこの3ヶ月間の旅だったと。まあトルストイが訴えなかったらそういうことなんですよね。いろんな人の人生があるってことをね、小説において訴えてるんでしょう。まあセレーニンがね、信仰上、まあロシア正教に形ばかりお祈りしてたりね、虚偽の夫婦生活に入ってたり、まあ自分の姉がもっといい人だったりね、俗物の夫と結婚して凡庸な女になり下がってんのを見たりして、ネフリュードフもまあそれ今まで気づかなかったんですよね。まあなんか嫌な感じだなと思ってたんでしょうけど、イグナーに対してね、姉さんの夫に対して、で音楽的に喧嘩して泣かしちゃうっていうね、でまあ申し訳なく思うんだけど、まあそういうことはまあなんか偏見が解かれていくって話が書いてありますね。じゃあ、トトさんもありがとうございました。誠実な人の居場所は刑務所しかない。書いてありましたね。誰の言葉だった？誰かの言葉ですね、あれ。ソローの言葉か。182ページか。アメリカのソローっていう思想家の言葉。奴隷制度のあるアメリカでは誠実な人の居場所が刑務所しかない。書いてありました。ありがとうございました。まあ、皆さんももしね、刑務所に入る冤罪で捕まったりしたらね、私が小菅刑務所まで面会に行きますんで。私が捕まったら、まあ、面会来なくていいんで。
ありがとうございました。じゃあ、トトさん。じゃ最後、私です。現行秩序維持の惰性の中に眠る我々の意識。王将は朝、死刑の判子をし、昼のニュースのトップになるというのはそういう時だけという地味な役職だ。2022年11月11日、葉梨法相がこの失言で事実上更迭された。以前の私ならこのニュースにそれほど気を止めなかっただろうが、ある番組を見てあまりに軽率な発言だと怒りが湧いてきた。それは NHKBS の正義の行方、飯塚事件30年後の迷宮という番組である。二人の女児が殺害された事件で被告人は死刑になったが、後日死刑判決の有力な証拠となった DNA 鑑定の証拠能力が疑問視され、再審請求された事件である。判決を受けた死刑囚の死刑はすでに執行されている。無罪であるか無実であるかはともかく、番組を見ていて恣意的な警察の捜査や刑事手続きのずさんな裁判で、こんな風に死刑に処されたらたまらないと思った。作中、ロジンスキーという少年が死刑に処される場面に立ち会った監視の話を、政治犯、クルイ・リツォフが語っている。下巻の334ページが339ページ。無実の罪で死刑にされる人間の最後の抵抗を描いている。飯塚事件の死刑囚も取り調べを拒否して死刑の際には抵抗したそうだ。母ちゃんへの自分の仕打ちから魂の復活を目指して活動したネフリュード復興者がたどり着いたのは司法制度とそれを支える支配階級の欺瞞への憤りであった。彼は義理の兄と司法制度をめぐって討論になる。義理の兄はこういうのである。引用はじめ。階級的利害の維持ですよ。裁判は僕の考えでは我々の階級に有利な現行秩序を維持するための行政機関に過ぎませんよ。約21ページ。引用終わり。国家的勤務は人間の想像力を麻痺させる。彼らは現行秩序を維持するためだけに死刑をも正当化する。現代の日本の司法制度も想像力の麻痺から成り立っている。重要な証拠だった DNA 鑑定の証拠能力がないなら、再審請求を受け入れ、正当な刑事手続きのもとに真実を追求すべきだと思う。しかし現行秩序の維持はそれ自体が目的なのか、はっきりした理由もないままに再審請求は棄却された。死人に口なしである。人間的な想像力を抜きにして死刑執行の判子を押せるような大臣を任命しているのは、つまるところ現行秩序維持の惰性の中に眠っている我々の意識なのである。本作でトルストイの提起した問題は決して我々のにとって無縁ではない。終わり。ということでした。前畑さんも書いていただいたんですけども、法務大臣が死刑執行の時だけ判子を押す時しかニュースにならないって言ったんですね。だけど私も知らなかったんですけども、まあ、戦後4人死刑言い渡されて、まあ、死刑取り消されてる人3人いるわけですよ。で、1人はね、まあ、執行されちゃった。まあ、2年で執行されちゃったんで、判決出てからね。まあ、もっと早く再審請求してれば、あれだし、まあ、同じ時期に、足利事件の菅谷さんって方でしたっけ、同じ DNA 鑑定が証拠能力がないって言われて、まあ、無罪になってるわけですよ。で、まあ、この事件は私知らなかったんですけど、たまたまね、まあ、私何でも知らないことは一応知っとくべきだと思って、よくわかんないドキュメンタリー撮って、酒飲みながら見てんですけども、まあ、見ながらね、これは、いや、これはひでえ話だなと初めて知りました。まあ、ネット見ればたくさんその、飯塚事件の動画上がってますけども、まあ、この BS のやつはたまに半年に1回ぐらい再放送してんで、まあ、またね、ちょっと長いんですよ、3時間ぐらいあって。あと裁判所の正体っていうね、関博さんと清水清さんという人が、新潮社が出てる本の中でも詳しく取り上げられてますけど、この話。まあ、足利事件も。まあ、興味があったら見てみてください。まあ、昨日そのお話したんですけども。そのなんか美罪でね、なんか試験になる話がこの書いたんですよ。で、またその政治犯クルイ祖父が涙ながらに語るんですけども、やっぱりまあそういうことは起こっちゃうってことですね。冤罪が起こってそれで試験になることもあるし、まあ不当な捜査でね、不当な刑事手続きで、まあ朝呼び出されて試験になっちゃってね、みんなもうどうしようもないから黙ってるっていうシーンが書いてありました。まあ、こういうことがね、まさか起こるとは、
現代のね、日本で、法治国家の日本でそんなこと起こるわけないと思って、民主主義の国でね。起こってんだなぁと思って、私はびっくりしました。で、それを思ってトルストイの復活を読むと、まあ、そういう問題、小説としてね、書いてますよね。階級的利害の維持のために、別に真実のためにやってるわけじゃないわけですよ。階級、現行秩序の維持のために、惰性でやってる部分があって、まあ、国家賠償請求だって大体、ね、もう、裁判官がそういう裁判の判決自体書きたく、やりたくないらしいんですよね。で、そういう風にできてる。まあ、裁判員、裁判とかやってますけどね、我々自体は、まあ、権力を監視していくっていうかね、そう、裁判制度のあり方を、自分たちがね、担ってんだってことを、法意識が、まあ、未だに希薄だっていうのはね、まあ、私も含めてですよ。で、なおかつ一番その、責任者である法務大臣もそうだっていうことに愕然とするっていうかね、自分のこととしてこれまずいなって思わないと。で、私は思いました。じゃあありがとうございました。まさやさん会ったことあるんですね。すがやさんと。まあ、あれです、傍聴に行ったんですね。じゃあありがとうございました。まあ、2ヶ月にわたってトルストイの復活ね、久々に長いの読みましたけども。プレイバックしていきたいと思います。八王子ヒアルマさん、ありがとうございました。まあ、人物一覧も書いていただいて、今回もトルストイの活動をまとめていただいて、まあ、単なる文豪じゃないですよね。社会活動家、思想家だし、日本にもすごい影響を与えてるし、ね、カチューシャの歌を最後にちょっと流しながらね、お別れしていきたいと思いますけど、これカチューシャの歌っていうね、島村芳月が作詞した曲ですけど、ありがとうございました。まあ、思想が先行しすぎており、ちょっとね、完成度が犠牲されてるのもありますけど、まあ、考えさせられる。やっぱ今も読んだ方がいい作品だなと思いました。人類の希望をね、魂の問題書いてんなと思いました。ありがとうございました。八王子ヒデさん。大井元気ボックス様ありがとうございました。まあ、ちょっとね、キリスト教の話が最後取ってつけたように出てきてね、これでも、トルストイはちょっと取ってつけたように出してる部分もあんね。まあ、でも晩年の作品だからね、ですけど、まあ、まあね、キリスト教が分かればもっといろいろ西洋文学分かるんで、まあ、また一緒に読んで、まあ、よかったら福音書も読んでみてください。ありがとうございました。エバッタさんもありがとうございました。私船じいさんのことをね、書いていただきましたけども。まあ、本当の信仰ね、まあ、既存の信仰にただ帰依しても、本当の信仰は自分の心の中の問題ですからね。そんなこと思いました。ありがとうございました。さくらさんもありがとうございました。やっぱクズ男ネフリュードフがカチューシャを守らないっていうところに、ね、白状だと感じたって鋭い指摘だったんですけど、まあ女性から見ればもやっとしますよね。まあでももやっとなんか細かい字、マリア・パブロブナがカチューシャのこと嫌いだっていうのもねありますよね。カチューシャの歌があまりにインパクトがあってまあ後で何回も聞いてみてください。好きだと思われてる女友達に嫌われてるっていうのも辛い話ですよね。まあでも理解して仲良くなってよかったなと思いますけど、そういう細かいところがね結構面白いんで、また細かいところまた読んでみてください。ありがとうございました。玉江さんもありがとうございました。結婚という形で成就しない愛の実践にカチューシャが入っていったってことを書いていただいて、なるほどと思いました。ありがとうございました。
千歳飴さんもありがとうございました。まあ、ブラザーフットじゃねえ、アシスタフット女性同士が人間性ね、高め合っていくっていうね、話、納得したっていうことですね。まあでもこの後シモンソンとの関係はどうなったかね、どうなんです。まあカチューシャも結局政治活動に入っていっちゃうんでしょうね、これね。革命家なんでしょ、これ。ね、そうやってロシア革命が起こっちゃったんでしょ、これね。そうしたら収容所国家になっちゃったんですからね。また人間という漫画活動してもうまくいかないですね。ありがとうございました。トトさんもありがとうございました。まあ、トルストイの内面の清らかさがね、まあ、細かいこと書いてますよね、本当にね。で、まあ、虚偽の生活に暮らしてる多くの人たちのことも詳しく書いてるし、まあ、いろいろな、ちょっとしたね、その、記者の中でね、ウォッカを飲む、神様に知られちゃうけど、ウォッカを飲むというとはね、まあ、あれですね、死尿桶の、そばで眠ってた子供のこととかね、そういうちょっとしたこの断片がね、まあスケッチですよね、これね。頭で考え出して書いてる話じゃないですからね。まあ、この辺のリアリズムがやっぱり心打つなぁと思いました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ皆さん、2ヶ月にわたってもうね、何ページぐらいあって、1000ページ以上ある作品。老眼に耐えながら、私はまだ老眼じゃないんですけどね、年々もうこの500ページぐらい読むのが辛くなってきてね、おさらいするのがさらに辛い。一回読んだ後ね、読書会のためにもう一回、さらうっていうのがね、だいぶきつくなってきて、まあでも終わった後ね、読んでよかったなぁと、心から思いますね。まあ来年は、ね、戦争と平和、ね、やりたいと思うんですけどね。ちょっとよ、で、その前にやりたいのはほら、怒りの葡萄をやりたいっていうのと、カポーティの冷血をやりたい。いろいろやりたいの、あるんですけども、もうトロストイはしばらくお腹いっぱいかなと思うんですけども。まあ、どれやろうか。アンケート取りますか、今度ね。まあ、魔の山もやりたいですし。まあ、まあ、読んでないものでは、まあ、大いなる遺産もやりたいの。候補として大いなる遺産、怒りの葡萄、まあ、もちろん、戦争と平和、魔の山。この4つぐらいね、次にある長編でね、考えてるんですけどね。まあ、また、なんか雑談な、お腹いっぱいですね。来年の年末ぐらいですかね。私、岩波文庫版でやりたいんで、6巻あるんですよ、6巻。だから6ヶ月かかるんで、まあ、あと、その、ナポレオン戦争の背景も説明しなきゃいけないんで、まあ、2ヶ月に一遍ずつ読めばいいのか。それだと、登場人物焦っちゃいますかね。毎月でも結構つれんだな。私が辛いんだから皆さん辛いに決まってる。ありがとうございました。今年の長編が終わりほっとしています。とても素晴らしい時間ありがとう。ありがとうございました。まあ、前はね、もう体力に任せて毎週長編やるぐらい意気込んでたんですけども。もう、もうや、言ってらんない。他のこともやんなきゃいけない。まあちょっとまたアンケート取りたいと思います。じゃあ、ありがとうございます。まあ、マサイさんの裁判制度の話はまだね、雑談の折に、またやりたいと思います。じゃあ、老眼と共に頑張りました。犬こりさん、ありがとう。老眼鏡買ったって言ってね。ということでした。じゃあ、来週は、前蔵を思う。ダザイオサム。もう、私読みました。地区剣団と同じ内容でした。もう先にネタバレすると。地区剣団
と同じ内容でした、もうほぼ。ちょっと話を変えたぐらいの。もうすぐサクッと終わると思います。一応、朗読はすると思いますけど、すぐ読めるんで。さ、30分ぐらいで、もう朗読もいっぱいネット上にあるんで、もう読まないまでも聞けば、わかるんで。またご参加ください。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら。さよなら。さよなら。おやすみなさい。失礼します。あ、スーパーチャットもありがとうございました。さくらさん、まさしさん。サポート登録もありがとうございました。佐藤さん。ダダンダさん、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。